全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、今回はレッスルマリンピアード96の模様をたっぷりとお届けしてまいります。解説はいつもの通り全日本女子プロレス広報部長ロッシー小川さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。レッスルマリンピアードといえばですね、89年から続いている由緒ある大会ということですけれども、今日もたくさんのお客さん集まりましたね。そうですね、はい、今日はですね、前場のジュニア選手たちのね、試練への道といいますか、ジュニアオールスターへのトライアルロード、そうです、それが続きますね。はい、あとですね、あとメインで、10年目の62年組の、下田トヨタ久しぶりの復活と、スイートハーツ復活ですか。はい、それが一つの目玉ですね。これはまた面白そうですね。面白い試合やってくると思います。あのカードをざっと見ますとですね、なんと第1試合から第4試合までがですね、先輩対後輩のですね、ジュニアトライアルロード1から4までですね、シングルマッチがあるわけですね。はい、そしてさらに吉田深川、そしてアジャ玉田まで、これはもうどういったですね、秒殺になるのか、あるいは異常を見せるのか、このあたりもね、そうですね、全ての道がやっぱりジュニアオールスターへ、やっぱり一本の線でやっぱりつながっているということを示してもらいたいと思います。そうですね、そういったジュニア選手たちのですね、はつらつとしたですね、ファイトがですね期待されるわけですけれども、最後までじっくりとご覧いただきましょう。さて、本日のオープニングマッチ、ジュニアトライアルロード1ということで、赤コーナーは、三田悦子選手です。さて、今日の試合はですね、ジュニアオールスターを目前に控えたジュニアの面々を、気合を入れ直していくということなんですけれども、どのようなファイトを望みますか。そうですね、あの子が入ってきた時に、私より身長が高かったんで、すごく気になるっていうか、やっぱ私と同じような、ね、技を使っていくのかなと思ってたんで、今日はどんどんガンガン、そうですね、やってくるのを期待して今度のオールスター戦にプラスになる試合をして、試合運びをしていきたいと思います。わかりました、頑張ってください。はい、青コーナーは元気みさえ選手です。さあ、ジュニアオールスター戦を目前に控えて、今日はどのように戦いますか。そうですね、1本目なので自分が元気出して頑張って、これから戦うジュニアの選手たちが自分に触発されて頑張れるような試合をしたいです。大先輩の三田選手、かなり手強いと思いますが、負けてもともとでガンガンぶつかっていきたいと思います。はい、わかりました、頑張ってください。本日の第1試合、ジュニアトライアルロード1、20分一本勝負を行います。青コーナー150パウンドの元気みさえ、自分だ。青コーナー175パウンドの三田悦子、レフェリー笹崎克美。さあ、全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、レッスルマリンピアード96、まずはオープニングマッチ、三田悦子対元気みさえ。小川さん、はい、ですね、前場の誇る超新レスラーの2人がまずは登場ですけれども、当然ですね、ジュニアオールスターへのね、この元気みさえの、その前哨戦というか試金石というかですね、そういった意味合いのこのシングルマッチということになるんですけれども、これは前場というよりも女子プロ界で1位、2位を争う身長なんです。なるほど、174センチ同士ありますから、両方とも174センチ、はい、ただ元気みさえの方がまだ体の厚みがないですからね。そうですね、はい、そのあたりはもちろん、その元祖摩天楼レスラーのこの三田悦子がですね、そのキャリアの違いというか格の違いを見せつける展開に果たしてなるのか、あるいはこの元気みさえがですね、このところどうでしょう、このところ、名前を変えてからですね、闘志をむき出しにするファイトというのはですね、だいぶこのリング上で目についてきた。おっと、張り手合戦、今までにはこのね、元気みさえ一発張られたらちょっとめげてしまうようなね、そんな感じだったんですけれども、今日はやはりちょっといいですよ、最近本当にね、元気みさえ、はい、名前変わってから本当元気いっぱいになりましたよね。なるほど、以前のですね、渡辺美咲からしたらですね、あの入場時にですね、あのコーナーに登ってですよ、戦場で一番背が高いのはこの私だなんていうことをですね、まさか言う、
言うなんてことはですね考えもつかなかったんですけど、ね、そうですね、はい、あとは今日見たかどうだっけね元気のこの心意気を受け止めてくれるかですよね。なるほど、はい、さあ久し見たとしてもこの第1試合出場となった久しぶりという感じもするんですけど、ね、そうですね本当にこういうジュニアトライアルロードじゃなければ考えられないですよね。そうですね、だけどここは単に格を見せるんじゃなくて、はい、やっぱり元気はどれだけ成長したかをね、うん、三田がやっぱり自分が引っ張ってあげて、なるほど、それが三田の力量じゃないですか。なるほどなるほど、おっとうまい神バサミでこの大きな三田を、おなんあカンパーナカカンパーナカ最近対応してるんですよカンパーナ、実はその京子にもですね、はい、このカンパーナを見まくっていったというこの渡辺美沙恵、長身の美沙を長身の渡辺がカンパーナであります。さすがこの横浜文化体育館広い会場にはうってつけのこの技なんですけれどもね、すごいですね、はい、で最近元気はねあの上半身がなんか非常にガッチリしてきたんですよ。なるほどなるほど、はい、かつては本当ひょろひょろしてたんですけどね、おっとあこれはちょっと落とし方が逆だったのかスクッと立ってしまったみたいですか。おっこれはワンハンドバックブレーカーですね。あ今のは通常アトミックドロップじゃないですか。はい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 、さあ元気ミサイの元気が爆発するのかアトミックドロップに行こうというところ、見たかい肘で止めてますよね、はい、おニュートラルコーナーに叩きつけた、おっとおこれはあこれは三田のお得意とするですね肩車から落としていく摩天楼技なんですけれどもカウント2、三田の株を奪っていったか、やはり前場で一番背が高いのは私だと言わんばかりのこの技ドロップキックは、あしかし豪快なキックで切り返されてしまった、ちょっとエプロンリングサイド場外で、あそして飛んだ飛べ、おっとすごい勢いですね、直撃であります、はい、フェンスにひとしきり後頭部を打ちつけた元気ミサエ大丈夫か、いやいや豪快な飛びでしたね今ね、いや今の頭打ちましたよ、いやいやいや、はい、大丈夫か元気ミサエ、三田もさすがこの辺り容赦しない先輩のこれはまた一つの愛情なんでしょうか、こちら先ほどやられたね肩車からの、はい、落とし技なんですけれども、まあ、元気にとって三田というのは自分の道しるべっていう、そうですね、感じですよね、はい、やっぱりお手本となる闘神ですが、ね、はい、おっと逆さ抑え込むか、早い展開からこれはいいぞ、カウント2、今日は動きいいですね、はい、おっとスモールパッケージが、超新レスラーは得てしてこういったですね細かい丸め技なんかですね、はい、苦手な方なんですけれども、そうですね、一見ババさん的なね雰囲気ありますけど、はい、おーブレイジングチョップ来ましたよ、これはカウンターボールに入った、危ない、カウント2、これがほんの1ヶ月2ヶ月前だったらこれ完全にボールでしたね、そうですよね、はい、この辺り元気みたいの成長度の一発、まともに受けてはいけないリング中央バンジキュースカーを使いした、やっぱりジュニアオールスター戦へのね、やはりこれは何でしょう、はい、目標を見据えたねレスラーの強みと言いましょうかね、はい、あーっとノーザンライトスープレックス、これはどうか、時間5分経過5分経過、かなりこれはハイスパートな展開、前半5分間でですねだいぶいいものを見たなというそんな展開になりましたけれども、はい、あーっとあーっデスバレーボムをですね、いやーでも元気、これは三田流のレボムを出させましたっていう5分15秒、5分15秒、フェンディー三田悦子選手のコールでございます、いやいや三田悦子の第1試合からこのデスパレーボムが炸裂するという展開はですねなかなか予想しえなかったんですけれども、今やっと先輩が水をかけて、はい、あやはりちょっと脳震盪を起こしてダウンしていた元気三田を起こして、どうでしょうこれ元気よくやったという風な形で健闘を称えるのか、あるいは、まあ、あと1週間頑張れとカットを入れるのか、もうやっぱり称えたんですよね、このなるほどなるほど、仕草っていうのは、あ今肩をあちょっとね、まだ腰がおぼつかない元気みたいですけれども、しかしまたこれはよくやったということでしょう、三田がその投手を答え、この元気を何回し邪魔ですね、いざ途中フォローしたつもりなんでしょうけども、あ、それ
小川さん、ジュニアオールスターやってて元気みたい、いかがでしたか。今日は一川脱皮しましたよ、元気は。一川脱皮した、はい、しましょう。これかなりジュニアオールスター期待できるぞと、はい、いう感じですね。先ほど勝利を収められました三田選手なんですけれども、元気選手を背負ったまま控え室の方に入られたということです。お疲れ様でした。さて第2試合、ジュニアトライアルロード2ということでですね、伊藤薫選手来ていただきました。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのですね、今日は前女魂をですね、後輩に見せつけるということで。そうですね、第1試合目が、三田選手と元気みさえということでちょっと長身なんで、多分、ね、自分たち小柄な選手にとっては、はい、ちょっともう動き回って、はい、また1試合目と違った試合ができればなと、はい、思います。なるほど、わかりました。頑張ってください。ありがとうございます。さて青コーナーは椎名優香選手です。気合は十分ですか。はい、伊藤さんのパワーに負けないように自分のパワーを全部出し切れるように一生懸命ぶつかっていきたいと思います。はい、ジュニアオールスター戦につながる試合を見せてくださいね。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、第2試合ジュニアトライアルロード220分一本勝負を行います。青コーナー140番の椎名優香。赤コーナーフリーダムフォース150番の伊藤薫。レフェリー佐々木一美。さあ第2試合です。ジュニアトライアルロード220分一本勝負、伊藤薫対椎名優香の一戦であります。これもですね、先ほどの第1試合に引き続いて、まあ伊藤がこの第2試合に、椎名をどういった形でこのジュニアオールスターへ、まあ、導いていくのかというような試合なんですけど、まずは椎名が髪の毛をつかんでのフェイスクラッシャーを2発目だ。これは豪快にスピード感あふれる技であります。さあミサイルキック。椎名はですね、この必死さがいいですよね、やっぱり。でこの前のタッグのトーナメントでも伊藤と組んでますから、はい、おっと伊藤がちょっと怒ったか。おっとバカ野郎というこの闘志が、うん、やはりこのねジュニアオールスターがやっぱり今日のね、元気になっているんでしょうか。元気にしてもシーナにしてもジュニアオールスター効果っていうのがありますよ ね。あー今度は場外戦、あ横浜文体はこれ椅子が3連になっておりますのでですね、はい、でも伊藤がねここまでするっていうことはね、はい、やっぱりこういう攻撃を、ね、手応えがあったからですよね、はい、これね、あと試練を課してるっていう、なるほどね、はい、でお互いに怪我をしてますから、うん、まあその中でねどこまで燃焼できるか。そうですね、まあシーナーはですねジュニアオールスターこの JWP の宮崎とシングルマッチを戦うわけですけれども、はい、まあ、ちょっと気になるのは左、あの右膝の、ね、故障なんですけれども、あと首がなんかねちょっとやってるということ言ってますね。なるほどなるほど、うん、まあもちろんね女子プロレスラー満身創痍、あーすごいフットスタンプの洗礼だ。そして先頭体の厚みが違いますね、ものすごいあれですね、下半身ですね。しかし伊藤は太ももとですね、あのお尻のなんて言うんでしょう、肉付きがですね、ここのところ二回りぐらい大きくなった、そんなような気がしますけど、70キロ超えてますよ伊藤は。あ、はい、この身長で70キロ超えている、いやそれはすごいですね、まさにオートブライ、まあ、スクーボーイね決まりましたよね、はい、危なかったですね。あーそして今度は高さ抑え込みだ、うん、必死の形相で高さ抑え込みを持っていった椎名ですが、張り手一発でちょっとひるんでしまったか、ね、張り返さなきゃダメですよ。そうですね、さあニュートラルコーナー、おっとうまく返して、このヒップアタックをうまくかわして、おっとさあうまくブリッジで固めるが、これはどうか、しかしカウントは2、ガンガン飛ばさなきゃいけない、はい、サードアップに振った、うわ強烈レッグラリアット、ま
何か鈍い音が今ですねしましたけれども、胸元を直撃しました。重量感たっぷり。とにかくこの伊藤のパンプアップした筋肉。さあご存知ローリングセット、うわすごい、これダイレクトに決まりましたね。ぐちゃっというような、ね、音がしました。大丈夫かシーナも虫の息だ。あー伊藤がこれはですねまさに試練を与えようというところなのか。あ鬼教官のような感じですよね、うん、伊藤が。シーナが生き返ったか、シーナが生き返ったか。あーこのままですねシーナも引き下がっていてはジュニアオールスターね暗雲が立ち込めてしまいます。あっとが今リングサイドにはトヨタマナミもですね試合を見届けに今入ってまいりました。ニュートラルコーナーでの激しい、ああ激しい殴り合い。あっとちょっと今の張り手一発で下半身がグロッキーか。あーエルボーだ、強烈であります。ちょっとシーナ危ない危ない。あーこれは G エンドか。あまりにも大きかった伊藤、ダブルフットスタンプの壁。でも気迫は伝わったんじゃないですかね。伊藤川選手の勝利でございます。それにしてもこの体の厚みというかですね技の重みの違いがですね如実に現れてしまった。まあそんなような試合だったわけですけれども、まあジュニアオールスターを見据えてのこのシーナの戦いぶりというのはいかがだったんですか。そう必死さは伝わりましたね。ただねやっぱり、はい、DWP の宮崎は武闘派ですから、はい、やっぱり気迫がね空回りしないといいんですけど。なるほど、はい、まあシーナもこの前者のですね、若手ジュニア軍団の中では、まあ、技巧派テクニックとスピードで持っていくタイプですからね、はい、まあそういった部分がどこまで、オタク体育館で発揮できるのか、まあ期待をしたいところですが、今日のところはさすが先輩伊藤薫、最後はシーナの手を掲げてですね健闘は称えたんですけれども、まあ、試合はやはり一方的な伊藤の勝利ということになってしまいました。シーナには頑張ってもらいたいです。勝利を収めました伊藤薫選手に来ていただきました。お疲れ様です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 。最後フットスタンプ、そうですね、はい、まあ手応えはどうでしたか。そうですね、ちょっと自分もちょっと足を怪我して本調子じゃなかったんで、うん、まあどうかなと思ったんですけど、はい、うん、やっぱりそうですね、普段なんかシーナっていうのは、うん、どっか臆病なとこがあって、はい、なんかやっぱ目立った方が勝ちなんだけど、どっかなんか引いてる部分っていうのが、あったし、はい、負けても本当に悔しいのかなっていう感じが普段からやっぱしてたんですけど、はい、今日そうですね、これで終わりかっつってやったところも上げられちゃってね、はい、最後コーナーのフットスタンプで決めてやると思ったらまた来られちゃって、うん、だからまあその自分のその、はい、これで終わりかっていう言葉に、あの言葉じゃなくてあのやってきてこんなんで負けてたまるかっていうのが伝わってきたんで、はい、うん、こういう気持ち、やっぱ気持ちで試合をできるようになってくれればもっと良くなるんじゃないかな。はい、わかりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。第3試合ジュニアトライアルロード3、赤コーナーは渡辺智子選手です。さて最近ですね成長著しい田村選手が相手ですが、そうですね、あのジュニアのベルトを持ってて、ジュニアやっぱりジュニアを持ってたらその上の全日本とかを狙っていると思うんですけど、私もつい最近まで全日本を持ってた身ですから、はい、あのジュニアはいくら、ね、ベルト長い間持ってても、はい、全日本とかその上のクラスになるとこれだけ厳しくなるぞっていうのを教えられる試合にしたいと思います。はい、秒殺ですか。そうですね、はい、わかりました。そして青コーナーは田村佳子選手です。さあ、ジュニアオールスター戦を目前に控えてですね、今どのようなお気分ですか。渡辺さんに自分の力がどれだけ通用するかを確かめたいと思ってます。はい、わかりました。頑張ってください。はい、第3試合ジュニアトライアルロード3、20分一本勝負を行います。アボナ全日本ジュニアチャンピオン140パウンド田村佳子
さあ第3試合です。ジュニアトライアルロード320分一本勝負、渡辺智子そして田村芳子であります。ジュニアオールスターへの、ね、トライアルロード3つ目はですねこの田村、田村今ね気迫のこもったね、はい、一言がありましたね、はい、そして迎え撃つは渡辺智子、まずは豪快な一発で、しかしあうまく飛びつきの回転エビ固めはカウント。おっとこのロープに振ったのがあエルボーで返されてしまった。さあ田村どこまでこの渡辺智子に食らいついていけるのか。フライングクロスチョップというよりはですね、なんていうんでしょうかね、これはなんですかね、まあ、一応クロスアタックなんですよね、胸板をですねこう叩いていくようなね、まあ渡辺人間山脈みたいな感じですかね、はい、わーすごい強烈なヒップアドロップだったわけです。今顎とですね胸をひとしきり強く打ちました。うわーすごい、ものすごい重量か、危ない。いやー田村もこれ秒殺されてしまってはシャレになりません。やっぱり田村ジュニア最強と言われてね、5度防衛して、はい、やっぱり今度どんどんもっと壁をね越えていかなきゃいけない立場じゃないですか。そうなんですよね、まあもちろんジュニアの騎士としてね、はい、ここは堂々としたジュニアでもそれだけできるぞというところをですね渡辺に見せなければいけない。やっぱり一応前場のジュニア王者ということで各団体の選手はそれなりに見てますからね、はい、うわーすごい、ものすごいクロスドラインだ、バンジキュースか、渡辺智子容赦せず、試合前のコメント通り秒殺であります。渡辺智子選手の勝利でございます。どうした全日本ジュニア王者田村、あこれはですねジュニアオールスターへ向けてかなりの不安材料を残す、そういった試合内容を、ね、余儀なくされてしまったんですけれども、そうですね、やっぱり相手のクズミはもうメインイベントに出たりしてる選手ですからね、はい、やっぱり挑戦するのは JWP のクズミ、はい、あ今渡辺智子がカットを入れた、お前それで大丈夫か、まあ、そういったことを言っているのかちょっとここでは聞き取れないんですけれども、田村がちょっとやっぱり渡辺智子もそういうお姉さん的な立場になったんですね、はい、そうですね、あ今深々と頭を下げる田村芳子、しかし心中察するにはですね、まあこれで自信をですね失ってしまってはもともともないので、まあこの負けをですねなんとかプラス方向へ、あとね1週間しかありませんけれどもね、なんとか持っていって気持ちの整理をつけてほしい田村芳子であります。勝利を収められました渡辺智子選手です、どうぞ。いやー予告通りというか、2分に満たない試合、凄まじいラリアットが決まりました。田村もジュニアのチャンピオンを持ってて、はい、それでもってチャンピオンを持ってるけどそのもっと上に行きたいって言ってるのはもうすごいわかるんですけど、はい、ベルト持ってるなりの気迫がちょっとあんま伝わってこないっていうのと、大きい技ね、ジャーマンとか自分の技も出したし、あのジャーマンとかやろうとしても、ええ、私は体重重いから上げられなかったじゃないですか、ええ、やっぱそういうのをよく考えてもらえば、はい、もし自分が今のまま上に行ったら、はい、あの上の先輩には通用しないよっていうことが多分分かったと思うんで、はい、もっとこれから先ね、はい、ジュニアのベルトを卒業してもやっぱり、はい、もっと上を狙って気迫が伝わるような試合をしてほしいと思います。はい、渡辺選手でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。第4試合ジュニアトライアルロード4、ですね、赤コーナーは堀田由美子選手です。さて、相手のサヤエンド、川崎ではグローブマッチで根性を見せてくれましたが、そうですね、私もあの時あのセコンドに行ったんですけど、あそこまで持つとは思わなかったので、本当に、根性がある選手だなと、その時あの、見直したんですけど、だから今日の試合も結構あの子はそういう面では自信がついたと思うんですよ、この間の試合で、はいはい、だから、どれだけね、はい、向かってこれるかがすごく楽しみです。はい、わかりました、頑張ってください。青コーナーは佐谷遠藤選手です。川崎でのグローブマッチすごかったですね。そ
そうですね、あれはただ一生懸命やるしかなかったんで、はい、いやそれにしてもすごいファイトでした。すみません。そして今日は堀田選手との対戦、はい、いかがですか。今日も多分何をやっても、堀田選手には通用しないと思うんで、がむしゃらに行きたいと思います、精一杯頑張るということですね。わ、かりました、頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。レーシェイジュニアトライアルロード4 20分一本勝負を行います。青コーナー140パウンドサイヤーエンド、赤コーナー180パウンド堀田由美子、上に笹崎克実。さあジュニアトライアルロード今日は4つ目ということになります。堀田由美子対佐谷遠藤、これはですねこれまでの第3つの試合とはまたちょっと趣の違った試合ということで、いきなり佐谷遠藤がジャーマンでこの巨漢の堀田を投げていった。そして元気いっぱいのドロップキック2連発、そして3連発、あこれは素晴らしい攻撃だ。佐谷遠藤どうですか、小川さん。今の遠藤のジャーマンはね初めてやりましたよね。先日シュートボクシングの大会でね、ジョーマッチ初めて経験してだいぶ自信ついてますよ。なるほどなるほど、はい、まあですね当然石本といえばですね現状のニックキー、そうですね石本文子、はい、あのシュートボクシングでもまた本人はね、ですね、はい、やりたいって言ってますよ。なるほど、ことごとく破ってきたその石本を相手にですね一応フルで戦いまして、はい、まあ判定で惜しくも敗れたんですけれども、まあグローブマッチですね、精神的にこれは一回りも二回りもですね大きくなっていったこの佐谷遠藤。そういう意味ではね堀田格闘技の先輩ですから、はい、まあ当然ですねその堀田もですねそのシュートボクシングの試合はまあリングサイドで見守っていたわけですけれども、ああ蹴りに指導、何か蹴りを指導しているような、そんな感じであります。うわすごい、重さが全く違うか、まさに大木。やっぱり遠藤はまだ格闘技のビギナーですから、はい、でもこれから本人はかなりこれをやっていきたいという、そうですね、なんか意欲あるんですよ。おっと何かこの格闘女王としての貫禄が完全に増していくこの堀田由美子であります。うまく馬乗りになったが張り手で、さあ思い切り行けという玉田の声援だが、あとにかく体が分厚いぞ、堀田には何のダメージもないぞ、どちらがぶつかっているのか。うわーすごい決まりましたね今はね。うわ完璧に後頭部、はい、あーちょっとフラフラ、さあエンド危ないぞ危ないぞ、うわエルボーも強烈。でも今までに見られないファイトですね遠藤にしても、はい、まあ、当然遠藤としてもですね先ほどのこれ円髄蹴り一発受けたところでもカウント3入ってもおかしくないですから、はい、あーすごい、あーこれでも終わってしまったか佐賀遠藤。まだまだジュニアトライアルロードはやっぱり試練の道ですよ、これは試練の道ですね、はい、遠藤ヒールキック横っ面2連発、あ格闘女王としての愛の鞭はおーっと返した返した、あ今一瞬堀田がですね笑みを浮かべたのが非常に印象的であります。よくぞ返したぞ、そんなそういったメッセージが隠れていたのか、堀田をうまく逆さ、あやはりこの辺りは全くこのパワーの差、格の差が如実に現れてしまいます。スモールパッケージホールド、カウンター遠藤はもう一瞬の隙でね攻めるしかないですよね、はい、まあ、本当にあーすごい、堀田をこの何でしょうか大木と例えるならばですね、まあこの佐谷遠藤はですね、あーまあ名前の通りまだ佐谷遠藤というかですね、はい、遅いですよね。やはり3分20秒格闘女王堀田由美子が貫禄の勝利を収めたわけであります。まあそれにしても遠藤序盤のですね畳みかけといいですね、まあいきなりのジャーマンといい、まあかなりいい気迫を見せたんですけれども、まあやはりですね格闘技、格闘技
んとしてはまだ初心者マーク、まあ堀田にはちょっと及ばない、まだまだ実力差があるという感じですが、大和さん、やっぱり愛の洗礼ですね。はあ、はあははあ、でもそれだけ堀田はエンドに期待してるってことだと思います。なるほど。まあですね、最後は堀田、まあタイガードライバーまでね繰り出そうかというところまで行きましたからね、はい、まあそれにしてもちょっと今グロッキーのサヤエンド大丈夫か。今日の第4試合サヤエンド、ジュニアオールスターへの道が果たして開けたか、そのあたりがこれからのサヤエンドを期待したいと思います。勝利を収められました堀田選手に来ていただきました。どうぞ。お疲れ様です。うん、すごい試合でした。やっぱ遠藤がねどこまで来れるかと思ったんですけど、結構うん、もっと来てもおかしくないんじゃないかなと思うけど、まあこれから良くなっていく選手じゃないですか。これから良くなっていく、はい、試合もプロレスもそういう格闘技の方も、楽しみな選手と思います。あ、そうですか、はい、お疲れ様でした。第5試合はヒートアップザ・ジュニアオールスターということでタッグマッチをお送りいたします。赤コーナーは前川久美子選手、谷井真央選手です。さて、前川選手、白鳥にですね前回の借りを返さなければなりませんね。はい、前回負けてるんで今日は JD を潰したいと思います。潰すつもりで。はい、はい、谷井選手、この間はタッグトーナメントで京子選手と一緒に優勝しましたね。はい、いやすごかったですよ。ありがとうございます。はい、今日の試合はどういうふうに攻めていきますか。前川さんとは、ええ、ジュニアオールスターでも組ましていただきますので、ええ、そうですね、タッグとしての連携をいろいろ出して頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。頑張るぞ。そしてのコーナーは JD の白鳥千佳子選手、そしてフロールメタリカ選手です。さあ、白鳥選手、ジュニアオールスター目前ということで、今日はどのような試合にしたいと思いますか。同期の前川がいるんで、はい、前川の蹴りに注意して、はい、こっちも蹴りでガンガンいけるように、はい、と谷も結構今乗りに乗ってるんで、そうですね、はい、谷バットを食らわないように、はい、頑張りたいと思います。はい、はい、一言お願いします。頑張ります。はい、頑張ってください。両者にヒートアップザジュニアオールスター30分一本勝負を行います。青コーナー JT 所属130パウンドフロールメタリカ。同じく145パウンド白鳥千佳子。赤コーナー全日本女子プロレス135パウンド全日本チャンピオン150パウンド前川久美子。レフェリー笹崎ロスミ。さあ、前半戦最後を飾るのはヒートアップザジュニアオールスタータッグマッチ30分一本勝負、前川久美子、谷井真央組対 JD 白鳥千佳子フロールメタリカの対戦であります。まあ、このタッグマッチもですね、いろいろな実は意味合いを含んでおりますよね。そうですね、これ 3.31 横浜アリーナで、はい、6人タッグでやって、うん、JD が勝ってますからね。 JD としては接続したいと。なるほど。まあ、その時はですね、 JD に、ブラディフェニックス、そして前女チームにこのシーナを加えた6人タッグマッチだったんですけれども、その時はこの白鳥が、おっと、まずはツープラトンか、 JD チーム、おっと JD タッグが、はい、誰か意外とクセモノですよ。そうですか。メキシコではまだ若手の部類ということですけど、はい、おっとなかなかいろんなねモノ持ってますよ。なるほど、ルチャリブレの機種、ルチャドーラとしてはかなりこのウエイトある方ですよね、これね。そうですね、でもまだ22ぐらいじゃないですかね、22歳ですよ、若いですから。はい、さあ、そして白鳥と前川、実はこの2人の因縁というのもですね、まあ因縁と言いましょうかですね、実は全日本女子プロレスでは同期でね、同期でデビューしました、はい、2人であります。まあ一方は JD という新興団体で、そして、前川はですね、まあ一度はですね挫折を経験しながら、今まあ全女の新たなるこの格闘女王のね、道を歩んでいると、まあそういったこの2人であります。お互いに一騎打ちを希望してるんですよ。うん、ですんでこれをね試合の、
はい、まあ、方向によってはね、そういうことも考えていきたいと思うんですけど。さあ、そしてその注目のルチャドーラ、ブロールメタリカが登場。この人はJD の留学生ですね。なるほどなるほど。もう95年の12月から半年以上いますから、はい、そうですか、はい、そうしますと、やはり日本のいわゆるジャパニーズ女子プロレスを、はい、まあ、じっくりと学んでいるというところでしょうか。さあ、そして注目はこのタニーマウス。ご覧のようにお尻にひょろひょろと伸びた尻尾がついているわけであります。タニーマウス、まあ、今が旬というかね、まさに今が旬だ。この前、はい、この前なんと玉田から、はい、フォール取りましたよ。奪いましたよね、はい。そしてそのワンナイ、ワンデナイトトーナメントですか、はい、あれではですね、憧れの井上京子とタッグを組み、なんと優勝してしまったというこのタニーマウス。スケレツ人気ですからね。で、私先日このタニーに、はい、お前は今がピークだなって言ったんですよ。なるほど、だから、はい、お母さんピークってのはどういうことですかって言ったら今が絶頂だって言ったんですよ。なるほど、そうすると不満だということですか、タニーとして、うん、私は何を言っているんですかと、おしまいなんですかみたいなことを言ってましたけど、これからでしょうと、まあ、そういったところもあるでしょう、本人としてはね。まあ、それにしても今が、今は旬であることは確かですよね。そうですね、はい、今で終わりとは言いませんけれども、レスラーというのは本当にどこでどう、ね、化けるというか、はい、ネズミに化けちゃいましたからね。完璧にこれはね、スターになってしまいましたからね、ある種の、うん、まあ、しかしこのタニーマウス、小川さんはあれながらというかですね、絶妙なこのキャラクターチェンジだったというふうに思ってるんじゃないですか、うん、やっぱり今やね、まあ、一応全米代表するジュニア選手ですから、うん、なるほど。だからマイカーとタニーのこのタッグチームっていうのはジュニアオールスターでも組みますんでね。なるほどね、彼女にとって、はい、本当の意味でも前哨戦ですよね。そうですね、はい、このマイカータニー組というのは、ジュニアオールスターではガイアジャパン加藤その子と、中島のタッグと当たるわけであります、はい。さあ、そしてちょっとこのタニーマウスが捕まってきたか。まあ早くですね、タニバットあるいはタニロケットを見せてほしい。うわあ、強烈。おーい、なんでしょう、アックスボンバーのような形ですかね。ジャパニーズレスリング覚えてますからね、はい、結構パワフルですよね、はい、メタリカは。なかなかこの重量、体の厚みを生かした戦法と言っていいでしょう、はい。いい選手ですね、はい。シアトルがなんか今日は体調があんまり良くないみたいなんですよ。ああ、そうですか、うん、だからなんか青白いイメージがさらに青くなってしまったりとか。なるほど、はい、どうですか、小川さんから見てですね、前場時代のシアトル、そしてこの JD に入って、まあ言うなればですね、今度は団体を引っ張っていくような立場に一転してなってしまったこの白鳥ですけれども、白鳥はだから今本当に試練の時だと思うんですよ、はい、試練ですか、やはり、はい、やっぱり JD の3番ってね、はい、JD プリンセスなんて言われてますけど、実際はまだ本当に若手の息出るか出ないかですから、はい、今のうちにこのどんどんなんか辛い試合を重ねていって、うん、JD のね、本当の意味のエースになってもらいたいんですけど、なるほどなるほど。だからジュニアオールスターも白鳥にかかってるんですね。そうです、はい、メインは、はい、はい、白鳥をね、当然メインイベント大向かいと組んでのタッグマッチ、玉田里村を相手にすると、はい、まあ、4団体入り乱れての、まあ、タッグマッチ、はい、非常に期待が持たれるわけですけれども、里村とか玉田はね、やっぱり気迫できますからね、やっぱり白鳥も頑張っていかないと、はい、そうですね、やられちゃいますよ、気迫負けしちゃうとですね、はい、白鳥の場合はジュニアオールスターとはいえ、まあ言うなれば JD の団体をかなりの部分背負ってる部分もありますよね。白鳥にかかってると言っても言い過ぎじゃないですから、はい、だから本当に体調悪くてもそういう仕草も出せないって言ったところだと思うんですよ。なるほど、おお、すごい前川の迎撃キックだ。今はドロップキックを迎撃していったような。まあ、それにしてもこの前川ですけれども、体格を見ていただいてもですね、何かこの非常にそのアスリートといったところ、はい、そしてこの長い足から繰り広げられるこのコンパスの長い鋭い蹴り、まあこれは堀田のですね、蹴りとはまた一味も違ったですね、鋭さというのがありますよね。前川の蹴りで今場内がどっと沸いたわけであります。マイカーとシアトルの絡みがあまり見られないですからね。そうですね、
まあ、いずれはシングルで決着をつけなければいけない、そういったこの2人でありますけれども、あの横浜大会の時はアリーナ大会の時はかなりこれヒートアップ本当にしたんですよ、はい、このタッグがですね、だから加熱するのは間違いないと思うんですけど、まあ、お互いそのこの何ですか、平成3年3年組ですか、はい、というのはですね、まあ、玉田も含めて非常にこの紆余曲折をありましたね、経験している年代なんですけれどもね、前川そして白鳥ともに一度挫折を経験している、はい、まあ、大向井玉田もそうですよね、はい、本当挫折の歴史ですよね、はい、まあ、そういった中でですね、何の因果か全員が今度のジュニアオールスターで、まあ、一つの大舞台でですね、一つのリングの上で戦うわけですけれども、はい、まあ、そういった部分でその挫折がですね、それぞれどういった、まあ、プロレス人生をね、あのプラスにしていったのか、まあ、そういったものを確かめる大会になるんじゃないかと、まあ、そういった見方もありますよね、だから今日のね、これは単なる前哨戦じゃなくて、はい、これももう本当一歩一歩入ってるわけですよ、うん、そのこの前川、このメタリカはなんか2つの技をいろいろ持ってますから、まあ、メキシコ系ですね、そうですね、メキシカンストレッチというのが何でしょうか、100種類ぐらいありますからね、かなり持ってますよ、はい、やっぱり JD に来て試合数はあまりないんですけども、はい、なかなか、うん、成長してますね、そうですね、まあ、当然 JD はそのメキシコとのね、あの UWF との提携がありますので、はい、あのかなりの人数のルチャドーラーがですね、日々来日をするわけですから、まあ、そういった意味でも非常に技術の面でもアップしていくだろうということでしょう、おー、出ました、いやいや、お客さんもよく分かっているタニバット、分かってますね、タニバットだ、タニバット、待ってました、まあ、これを見に来たんだよ俺はというお客さんさえいるんでしょう、いやいやいや、まあ、タニバット一つですよね、一つでこの大会場を沸かせられるというのはこれはすごいことですよね、うん、白鳥がうまく切り返したグローブメタリカ、おー、いいドロップキックです、これはいいドロップキック、おひろと日本語で今叫んでいる、タニもやっぱパワーには弱いですからね、はい、そう、タニーモンズ、だからこのキテレツ人気がね、まあ、本物になるためにはこういったいろんな選手をやっていかないと、なるほど、おっと胸にヘッドバット、さあそして前川、おっと、これは裏カンナの見事、うん、あの体ね、はい、うん、すごいですね、スピードが、あの足のフックがメキシコ、はい、ルチャドラ、ルチャドラだなというなんかそんな感じですけどね、はいはい、なんか今ちょっと耐えてますね、はい、さあこの白鳥と前川、意地と意地のぶつかり合いだ、お互いワンで返すあたりね、前川この人も負けん気は人一倍強いですからね、おお、二段蹴り、あごの先端ものにヒット、いやいやいや、さすがですね、この切れ味、前川の蹴りってのはね、かっこいいですね、形がね、そうですよね、思いっきりがいいですよね、うん、ロープに振ると見せかけてジャーマン、これは5回リング中央パーフェクトに決まったが、カウントとアウトタニーが今何ですかね、あのカットは、タニーのカットがなんか、はい、不思議な覚悟で透かしていったようなカットでしたけれども、エフリーも見とれちゃったんじゃないですかね、おお、長い足が今白鳥の胸に突き刺さっていった、おっとジャパニーズレッグロールクラッチホールドか、ブリッジはしないがそのまま丸め込んだカウントDDT だ、リング中央だ、そしてフロールメタリカが今青コーナートップロープ、さあどういった合体サッカーがあるのか、 DDT2 連発、ん、あっとフロールメタリカは白鳥は見えていないのか、ちょっとこの辺り JD タックがちょっと意思の疎通 が、はい、はい、さあここでやっと白鳥が気づいたような形になってしまいました、さあ対応を浴びせていった重量級のフライングボディアタッカーカウント、でもこの一発一発いいですよ、このメタリカ、おお、出ました出ました、カウンター、カニロケット、一発とはちょっと残念か、うん、
ハニーロケットのこの出し方のタイミングっていうのがまたあれですね、いい感じになってきましたね。今の三日月蹴りもいいですよ。はい、はい、いやあすごい高さ十分見せていきます。前川久美子危ない。やはりこのメキシコの選手この打撃系というのはやはりね、まあ、弱いですよ。弱いですよね。スープレックスと打撃には弱いですから、はいはい、うん、さあニュートラルコーナー、うわードロップキック崩し出しだ。さあ谷バット、いやだ大盛り上がり。おっとなんだなんだ、おおこれは面白い合体谷バット。いや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 の歓声は横浜文化体育館4000人を超す大観衆から歓声が沸き上がっています。カウントはどうか。このチーム面白いですね。やっぱりいやいやいや格闘系とキテレツ系のね、まあ、水と油のタッグがですね絶妙にこの混合するというやっぱり一種ですよね。うん、一種コンビですよね、はい、おー出ましたよダイビングタニバット。もう一発だ、ダイビングタニバットも一発。いやいやすごいぞこれは。はい決まったか。いやいやタニーマウス、まさに今時代はタニーマウスに向いているんでしょうか。うん、これは十分追い風が吹くこのバットがいい。このままね、ジュニア王さんに繋げてもらいたいですね、この勢いを。はい、ダイビング谷バット2連発。いやいや、あのハーリー・レイソーも思わせるですね、豪快な谷バット2連発。これはなんか前川も白鳥も1本取られたっていう顔してますよね、はい、どうですか、この谷のですね、充実した表情というか何か余裕すら感じさせるですね、この表情なんですけれども、この間ね、やはり後楽園ホールでの優勝かなり自信になってるんじゃないですか、うん、白鳥も思わず握手も取れちゃいましたね。いやー恐るべしタニーマウス、ジュニアオールスターではこのタニサッポ炸裂するんでしょうか。でもメタリカも良かったですよ。はい、まあ残念ながらホールは取られましたけれどもね、まあ JD 留学伊達ではないぞと、まあそういった感じであります。今日の第5試合タニーマウス人気そして実力爆発でありました。見事な勝利を収められました前川選手、谷選手に来ていただきました。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。さあすごい試合でした。そうですね、タニーマウスが見事決めてくれたんで大活躍でしたね。いや谷選手もう観客がもうすごい沸いてましたよ。はい、ありがとうございます。もうすごかったですけれども、じゃあジュニアオールスターに向けての抱負をお願いします。そうですね、ジュニアオールスターでも、タニーマウスと自分組むんで、そうですよね、マットいろいろな連携を考えたいと思います。そうですね、連携プレーすごかったです。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。第6試合ジュニアトライアルロード5、赤コーナーは吉田真理子選手です。さて相手の深川選手なんですけれども、はい、ジュニアオールスターを目前に控えております。さてどんな印象をお持ちですか。はい、ちょっと深川には返そうかもしれないんですけど、なんか小さくて細くて、はい、こう弱々しいイメージが自分の中ではあるので、今日の試合で、今日のこのシングルマッチで、もうどんどんぶつかってきてもらって、その自分のイメージを変えてくれるような試合をしてくれたら嬉しいなと思ってます。はい、わ、かりました。頑張ってください。さて青コーナーは深川由美選手です。さてジュニアオールスター目前に控えて、先輩の胸を借りるわけですが、今の気持ちは。はい、もうジュニアオールスターが近づいてきているんで、その試合につなぐいい試合をしたいと思います。はい、吉田さんの胸を借りて頑張ります。頑張ってください。コーナーより深川由美選手の入場
いきなり、いきなり深川が先制攻撃だ。まあ深川の先制攻撃というものもですね、これはなかなか見る機会がないんですけれども、さあ後半戦、まずは波乱の幕開けになりました。吉田麻里子対深川由美であります。そして放送席、ゲスト解説者にですね、堀田由美子選手をお招きしております。堀田さん、はい、よろしくお願いします。先ほどの試合はどうだったですか。相変わらず、もう横綱級の強さを見せつけたわけですけれどもね。まあ、はい、その新人のトライアル戦のですね、今日の5試合目なんですけれども、どうですか、あの新人の選手たちのですね、新人というかジュニア選手たちのですね、あのうわーすごい、オールスター前のこのなんてテンションというかですね、そういったものというのはどうなんでしょう。だいぶ高くなってきましたね。そうですね、どうですかね、もっともっと高くなってほしいんですけどね。なるほどなるほど。あーローリングエルボー、まだちょっと足りないんじゃないですか。まだ足りない、はい、ちょっと前にちょっと怒ったんですよ、はい、練習をしてないんですよ。練習をしていない、お前らはそれがいいのかということで。あーなるほどなるほど、注意をしたところ、今日はみ、はい、っちりアジアにしぶかれたみたいですけど。そうですか。やっぱり前場としてもですね、はい、ジュニアオールスターで前場の選手がブダマの姿見せられないですからね。そうですよ ね、まあ、21世紀をかけてのですね、21世紀の存亡をかけての、まあ、いわゆる未来系の団体対抗戦ですからね。そうですね、やっぱり上の人がね、はい、そういうね強いとかそういうイメージがあって、それをね鼻にかけられたら困りますからね。なるほど、頑張ってもらわないといけないんじゃないですか。そうですね、まあジュニアのあれですね、世界はガイアジャパンとかですね、 JWP も含めてですね、かなり実力拮抗してますんでね。そのですからね、はい、やっぱり前場がもしね不甲斐なかったら、うん、アジャやホッタの責任になりますからね、なるほどなるほど。今ここで小川さんからのプレッシャーをかけられてますけどね。小川さんはもういつも厳しい答えを出すからね、なるほどなるほど。でもそれは本当だよね、うんうん。そうしますとこれあれですね、ああおお川が深川がおっと、あこの後がね、どうなんでしょうか。さあ深川が顔面ドロップキック。いや吉田今ちょっと外れたじゃないですかね。びっくりしたでしょう。口を押さえてますよ。いやいや深川が、あちょっとマリちゃん怒ったか。あやはりこの辺りはお姉さん級のミサイルキックであります。危ない危ない危ない。これ体型も結構厳しいものがありますね。でもね深川がこのねこの場所でこの順番で試合やるということは、はい、まあ画期的ですよね。なるほど。あうまくスクールボーイに固めたがカウント2、カウント1で返してみました。さあこのなんともアイドル系のねピンクのひらひらのついたギャザー付きコスチュームでありますこの深川由美ですけれども、まあそして かつてはですね、かつてはというは今でもそうでしょうけれども、まあマリちゃん人気アイドル人気を誇っておりますこの吉田麻里子の新旧アイドル対決と言ってもいいでしょう。そうですね、吉田麻里子も26歳ですからね、まあ、9と言ってしまったのあれですけど、もうアイドルというよりも。太田さん知らなかったんですか。知らなかった、まあうん、なんか長谷川酒が引退して、はい、そのファンがなんか吉田に流れてるっていう話もあるんですよ。なるほどなるほど。だからそういうね期待があるんですからね、うん、はい、やっぱり積極的にやってもらいたいですね。そうですね。おっとこれは超高角度デンジャラスなバックドロップから、あー豪快な肩逆エビ固めであります。あー深川危うし、今までの深川だったらもうとっくにギブアップしてますね。とっくにギブアップですね今の。あーいやしかしデンジャラスバックドロップ、危ない角度で落ちていった深川。泣いてますね。深川が泣いている、悲鳴が轟いているこの横浜文化体育館。あーやっとロープ、サードロープに手が届いた。まあこの、はい、今バックドロップねやっぱり受けられるということはかなり経験してますよ、はい、いやしかしこの深川の鳴き声というのもですね、全国の深川フリークにはたまらないものがあるんでしょうね。さあそうです、はい、たまらないんじゃないですか。たまらないですか、やはり。おーうまく切り返した、逆さ抑え込みはどうか、カウント2。いやこの辺りもですね、お、なんでしょう、お、ああフィッシャーマンズスープ、ああ逆に軽々とブレーンバスター返されてしまった。危ない、カウント2。
なんともこの深川の表情がですね、ちょっと気迫が薄れていってしまうようなそんな表情を一瞬見せたんですけれども、深川獲得、ブランチャーうまく返した。おっと大金星か、危ない。おお、安田まり危ない。まさかまさかの大金星かということですが、フィッシャーマンズスープレックスオールド。吉田得意のおとぼけですかね、これは。深川にやられるという、ね、いやしかしこれ深川にスリーカウント奪われたらこれ吉田もシャレにならない状況ですけども、ああこの辺りはちょっと失敗か。深川由美が、あでも深川も必死ですよ、勝負を焦ってきたか。うまく得点から、ちょっとマリちゃん焦ったか。マリちゃんそろそろエンジンを開けないと。おお、すごい胸板ぶさりと突き刺さった。もう一発セカンドロップからのミサイルキック2連発、対角線をうまく使って、これは万事休すか。深川頑張っている、頑張る深川。いやしかしですね、小川さん、ああ怖い怖い怖い、まだまだしかし深川の目は死んでいないか。危ない。小川さん、深川の目は生きてますよ。頑張りますね、はい、深川。堀田さんどうですか、深川。そうですね、いつもやってるより頑張ってるんじゃないですか。いつもやってるよりは頑張っている、ああラダレ式、なんということをするんでしょうか、深川相手に。いやいやいや、これはマリちゃんちょっと怒っちゃったか。深川由美撃沈でありますが、それにしても予想外の大健闘と言っていいでしょう。これはもう大健闘ですね、はい、いつも鎌田とのタッグで鎌田にリードされっぱなしですからね、はい、今日は一人でもやっていけるところを出した見せてくれたんじゃないですか。なるほど、まあ、今吉田もですねその健闘ぶりをですね認めたんでしょう。今深川に何か一言声をかけて、そして赤コーナーウィニングロードを引き上げていきます。一方の深川どうでしょう、大田区体育館のね、まあ深川、八木中山組とですね、まあ、元矢のタッグを組むのタッグマッチですけども、あ深川正念場ですよ、ジュニアオールスターは。はい、まあ、そうどういった戦いを見せてくれるのか、今後の深川に期待してます。見事な勝利を収められました吉田麻里子選手です。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ最後はなだれ式 DDT ということで、はい、いやでも自分はその技を出すまでもなく勝つ気持ちで試合やったんですけど、なんかことごとく返されちゃったんで、はい、出してしまいました。深川頑張りましたか。はい、そうですね、いや思ったよりは、はい、いきなり初っ端も来たんで、ね、びっくりしました。そうですね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さて第7試合は前女対 JT ハイパーソウルと題しまして、タッグマッチをお送りいたします。さて赤コーナーはですね、山田俊夫選手、そしてチャパリータアサリ選手です。よろしくお願いします。さて、ですね、相手はバイソン木村、久しぶりに対戦ということですが。そうですね、タッグなんで、まあ、一応もう一人の方はアサリにとりあえず任せて、あそれ自分は、バイソン選手に行きたいと思います、はい、ではアサリ選手は、チキータ狙いということで、はい、やっぱ個人的にはチキータ選手を意識しているんで、今日は自分がチキータ選手からホールを取りたいと思います。はい、わかりました。では頑張ってください。続きまして青コーナー、 JD の、バイソン木村選手、そしてメキシコからやってきた、チキータアステカ選手です。さてバイソン選手、ものすごい試合になりそうですね。今日は JD の意地を見せつけます、はい、山田選手とは久しぶりに当たるそうなんですが、はい、あの前回オールパシフィックでここでやってるんですけども、もう一回勝ちます。はい、はい、アステカ選手何か一言。Mi nombre es Chiquita Azteca y vengo desde México a enseñar la lucha libre mexicana y voy a ganar esta vez。 はい、頑張ってください。
して赤コーナーより山田敏夫、キャパリータ、アサリ組の入場です。第7試合は注目の対抗戦タッグマッチです。全城 VS JD ハイパーソウル30分一本勝負、山田敏夫、チャパリータ、サリ組対 JD バイソン木村、そして謎のメキシカンチキータアステカの一戦であります。小川さん、はい、まずはこのですねチキータアステカという選手、そうですね、全城マット3度目の登場で、はい、まあ、一応 JD のバイソンと今日は組んで JD 側についてますね、はい、はい、で、まあ、チキータはこのチャパリータアサリと、うん、ライバル意識というかね、かなりありますよね。なるほど。おお、そしてそのまずチャパリータとこのチキータアステカが先鋒を切って出ていった、はい、あ、見事なブリッジ。この辺りはさすがルシャドーラという感じであります。そしてキックからロープへ振って、この辺りはルシャリブレシャッポーなのか、あ、うまく、しかし、あ、この辺りアサリも素晴らしい四次元シャッポーだ。ドロップキックを2発3発で飛んでいく。やっぱアステカの魂が入ってますからね。なるほど。チキータはちっちゃいですけど、あ、メキシコのですね古代文明アステカ文明の壁画を何かモチーフしたような、はい、そういったマスクをかぶっていますチキータアステカ。そして JD のエースバイソン木村に立ちてあります。おっと、山田出てこいと自ら山田を呼び込んでいった。バイソンの体も熱いですね。すごい太りました、うん、ね、うん、JD に入ってまたね、まあ、一段と大きくなったってやつですね、はい、貫禄がついてきたんでしょうか。お尻がもうプリプリしちゃって。なるほど。あの胸がね、あれベルファーレの試合で、はい、みんな折ってんですよ。そうですね、折、ね、はい、ったの、うん、一応トヨタのドロップキックで、もうそれ以来ずっとですね、そうですね、あのサラシを巻いての満身創痍のリング上ですけれども、はい、なんか肋骨みたいなところ、うん、肋骨っていうか胸の骨を、それでその状態で先日の京都大会でアスカと60分のフルタイムで、はい、やりましたね、やったみたいなんですよ、はい、だからやっぱりバイソンとしてはこの JD を守るというかね、うん、JD を背負ってるっていう意識が強いと思うんですよね、はい、まあ、本当にこの JD 団体の存亡をかけての戦いが毎日こう繰り返されているようなね、まあ、そんな意識で今バイソンは戦っているんだろうと思うんですけれども、この2人4年前の同じ横浜文化体育館でシングルマッチオールパシフィックかけてやってるんですよ、はい、やってますね。その時はバイソンが山田に勝ってますけど、はい、ちょっと動きがね、体重が増えた分、うん、ゆったりとしてますよね。なるほどなるほど。さあブレンバスター、堀田選手はバイソンとはこの JD になってからは戦ったことは当ててないです。まだないですか。はい、あ、すごいですね、気合が入ってますね、アステカ選手は、はい、なんかスティング上でわめいてますね。どんな選手なんですかね普段は、はい、おっと
強烈な顔面張り手、ちょっと山さん怒ったぞって感じ。この野郎という言葉が発しました、はい、かなり日本通というような感じで聞いておりますけれども、謎のルチャドーラー、いいレスラーですね、はい、チキータは、はいはい、あこれはちょっとうまくタイミングを外した山田敏夫、あ先ほどの顔面張り手によっぽど腹が立ったのか、はい、山さん。ルチャ系はこういう打撃系弱いですから、ね、弱いですから、はい、うん、意外にも脆いんですね、張り手とかに。意外に脆さがあるんですね。おっとスープレックスも脆いんですよ、というのは向こうのマット硬いですから、スープレックス使う人いないんですよ。あんまり使わないんですね。あ、そうなんですか。だから弱いんですよね。なるほど、まあ、やられ慣れてないという。あーしかしこの顎の先端へのミサイルキックもえげつなかったと。あーしかしアサリとバイソンだとちょっとですね、この体重差が如実に現れてしまう。あー社長か、おこの辺りはさすが、うまく体をくるっと、あっとこういうアサリ対バイソンなんてほとんど初川合わせに近い状態ですよね。当然現状自体はやってないですもんね、うん、あんまりね印象残ってないですね、はい、ただアサリも最近はね、あの地方なのでメインに抜擢される回数も多いんで、はい、まあ、そしてジュニアオールスターでもですね、まあいわばこのアサリが中心的存在と言っても、うん、まあ過言ではないですよね。あの 3WA のね、はい、スーパーライト級という、はい、新設されました新設オーダーのアサリと上松が遊ばれますから、あ、そうなんですか、はい、今日発表になりましてですね、 3WA スーパーライト級の、初代王座決定戦がこのチャパリータアサリ対ガイアジャパンの上松俊恵の一騎打ち。それはどこまでのあれですか。それは体重がね60キロ以下の選手であるという世界タイトルだ。60キロ以下、うん、まあ、あのプロレスというのはですね、基本的にはその、まあ、無差別級というか、ね、いった試合をやるわけですけれども、まあ、これは体重制限のタイトルというのはこれ初めて、ね、そうですね、ジュニアヘビー級、男子のジュニアヘビー級みたいな感覚ですよね。なるほど、なるほど、はい、だからチキータアステルからも絡んでくるといいんですけどもね、うん、なるほどね。まあその記者会見ではですね、このアサリはこのスーパーライト級はですね、私のためのベルトであると、はい、まあ、完璧にこう明言しましたのでね、まあそういったからには意地でもこれ取らなければいけない。まあそういった意味でも山さん怒ったか、口出しラリアット、あ盛り上がっております。横浜文化体育館、山田ね膝をやってますからね、はい、まあしかし山田選手もですねキックレガースを取って久しいわけですけれども、堀田選手から見てですね、はい、まあこのところちょっとスランプずっと言われているこの山田選手、元キッカーズとしてですね、あのどうですか最近の山田選手のファイトというのは。そうですね、うん、やっぱりあのそのキックを使わなくなったことで、はいはい、どうにかね、まあ、自分が変わってくれればいいんですけどね、うん、やっぱり自分の気持ちだから誰が、ね、どうこう言おうと、なるほど、うん、山田の気持ちが何か変われ吹っ切れれば、うん、いいものはねもともと持ってたんだから、はい、ね、あんだけ新人時代にね山田豊田と、はい、山田トヨタよりも山田の方がやっぱり期待されてた、うん、まあ、ここまでは本当に順風ね、うん、満帆なレスラー生活だったわけですよね。だからやっぱり何かを持ってるんだから、うん、やっぱそれを生かしてほしいなと思いますよね、はい、さあそこ山田がちょっとこの痛めている左膝を、うん、チキータ攻撃的ですね、はい、攻められていますけれども、おっとアキレス腱固めか山田が耐えますが、チキータって面白いですね面白いですか。面白いですね。なんかすごいですね。飛躍がね、飛躍というか、これはあの前場イズムなんじゃないですか。前場イズムももしかしたら通ってるのかもしれませんね。入ってるかもしれませんね。小川さんどうでしょう。あのメキシコのマットではあんまりこういう、まあ、ましてやこの野郎なんか絶対言わないでしょう。言う人いませんよ。あんまり、まあ、日本通じゃないかけど。あんまりこの声をこう闘志をなんていうんですか、こう声に出しながらやる選手って意外に少ないですよね。あっと。この合体は見事、距離十分のダイビングボディープレス。ああ、今度はバイソンがトンファーを持ってきた。
ソンファー攻撃でさすがの山さんもちょっとブロッキーか。あっとバイソンも今日はかなりひときわ闘志が。そしてあっ今膝きました、膝が入りましたよ今、はい、おっとおっと危ないぞ危ないぞ。何をするんだ何をするんだ。おっとチキータステカが今怒り狂ったように放送席解説者の堀田さんの椅子がですね今破狂気に使われているわけであります。アサリがかなり今チキータのラフバイトにタチタチといったところでありましょうか。あっといやなんか当たることが、ね、よくないですよね。堀田さんの椅子を早く返してほしいなとそんな気がするんですけれども。おっとあ飛ぶのか飛ぶのか。さあおーっと飛んだ。しかし迎撃椅子をあてがって迎撃した。いやーがぜんがぜん場外戦。あー向こう側では山田がバイソンをすっ飛ばしていった。ひとしきりフェンスに足を腰を打ちつけたバイソン木村。やっと今ですね放送席の椅子がですね堀田選手アサリはなんかマスクをハゲにかかってる、ね、ああ本当ですね、はい、いやいやいや堀田選手災難でしたねですね、なんかすごい痛そうでしたね。マスクハゲにかかってますよ、ああああ今ちょっとカメラが捉えたか。てめえは邪魔なんだよね。あーこれはこれはあアサリが珍しくこれは怒りをあらわにしたファイト。おっとアサリの性格からしては珍しいですよね、はいはい、あ今マスクはあまだ大丈夫ですか。マスクをあ今血ですか。あ血ですか。あ違うかな。流血してますね。ますね、はい、あチキータステカが流血して、あ JD タックが、あこれはこれは両方のニュートラルから、あチキータの方は完璧にクリーンヒットしたんですけれども、ね、はい、バイソンのムーンサルトはかわされてしまった。あもう一発狙おうかというところ。しかし山田かなり流血してますよ、はいはいはい、うまくフォローに入っていった。あしかし今のチキータのですねムーンサルト、アサリの首ぐらいに、さっきのあれ椅子ですかね、はい、さっきのトペがね、あはいはいはい、あサイドバスターでカウントどうか。危ない。思わぬ流血戦に展開していった。見にくいんじゃないですかねマスクはね。あ、はい、そうです。あ白いマスクがですね左半分鮮血に真っ赤に染まっています。真っ赤に染まっている白いマスク。おここはおっと飛びついての斜め式フランケンシュタイナー。どうか危ない。山田危ない。ロープブレイクだ。なかなかの強者ですね。強者ですね今ね。ポンポンポンと飛び乗っての電光石火のフランケンシュタイナー。おっとこれは裏アキレス腱、うん、膝十字ですか。膝十字か、はい、いやいやいや、やはりこの辺りメキシコ関節技の宝庫であります。ここでロープブレイクか。いやでもチキータの動きいいですね、はい、かなりこのあれですね流血してからもですね、はい、なんて言うんでしょうひるむことなく。あちょっとこれはバイソン中3番だったか。何をやろうとしたのかが。今日はなんかアサリが異様に攻撃的ですね。アサリのドロップキックが如実に顔面を捉えてるんですよね。ああバイソンが今雄たけびを上げて、さあ出ましたけさ切り。うまくかわしてジャーマン投げっぱなし。そしてアサリ、さあロンダードキックへの布石か。あロンダードキックをチキータステカが好フォローであります。あこの辺りも研究してますねこれね。 JD タックうまく前場のタックを分断に成功したか。もうあの白いマスクがこれ真っ赤になっちゃいました、はい、あバイソンがうまく足を取った。あこの放送席前でアサリがニュートラルコーナートップロープから場外へ向けて、あ自爆であります。いや
何すんのこれ。この自爆、何ですかね。チーターステカ、何が飛び出すかわからない。おっとおっと、手ぶらだか。おーらすごい綺麗。いやー見事なケブラーダがヒットした。あー今度は赤のアサリが何があるんだ、アサリが何があるんだ。おっとスーパーウルトラウラカンララであります。スーパークルバタですか。はい、はい、いやいやいや見事ですね。ロッテローズのキック、アサリもやはりですねジュニアオールスターへ向けてこれ意欲満々ですね、はい、動きは非常にいいですよね、はい、どうですか太田選手、アサリの動き。いいですね、うん、アサリちゃん。いやこの小さな体で本当によくやります、ね、あステカがこれいいところで入ってきますよね。おしかしうまくフォローした。おー切りもみ切りもみスカイツイスタープレス、バーブライ惜しい惜しい、アサリ。いや今のはいつにも増してなんか1回転ぐらい多かったんじゃないかっていう、なんかこのぐらいなんか回ってましたね。アサリのスカイツイスタープレス、おー久しぶりに出るのか山田のリバースゴリースペシャル。あしかしここはちょっと時間がかかりすぎたか。チキータの流血がすごいですね。あ山田の、はい、が返り血を浴びてるよね、はいはいはい、真っ赤ですねマスクは。すごいね、気合い入ってんな、うん、いやいや、何かこの予想外の展開になりましたね。おいやいやいや、なだれ式のスロイダーのような形、カウント2。お客さん行くぞ。一進一退、攻守まめぐ、目まぐるしく入れ替わっていく、ダブルの毛先チョップだ。あーバイソンイズム爆発か、パワーボム、まあ、腰からいきましたね。危ないぞ危ないぞ、腰から落としたパワーボム、もう一発。おーハイアングル、あーこれはハイアングル、あーもう一回いってしまうのか。バイソンのパワーボム3連発、ぐしゃっといった。おーっと返した山田の意地か。カウント2、いやー場内地響きが湧いた。そして裏投げ、いやいやいや、あー毛先にカウント、もう一回いった。あー今の 裏投げみたいな感じですかね。裏投げというかチョークスラムのような形でしたね。おっとカウント3か。なんかチョークスラムと裏投げとチョークスラムのちょうど中間のようなね、ちょっと崩れたかなというね、まあそんな感じもしたんですけれども、山田返す力が残っていませんでした。まあこの前のですね、あのパワーボム3連発でかなり山田がブロッキーしてましたんでね、アサリとチキータのね投手もすごかったですね。はい、いやーそれにしてもね、チキータの流血がね相当なものになっていますけれども、本当に真っ赤なマスクになっちゃいましたね、はいはい、良かったんですけれどもね。さあこのタッグマッチは JD のタッグが勝利を収めたわけでありますが、まあそれにしてもおっとまだ突っ込めていった。どちらかというとバイソンと山田よりはですね、この試合アサリとこのチキータね、うん、この2人の小気味良い動きと空中殺法がですね、なんかシングルで当たっても楽しいね、はい、うん、そうですね、いいですね。あっと今何か今メキシコあのスパニッシュでですね叫びながら今蹴りを1対1やらせろって言ったんですよ。マスク髪の毛かけると、あマスカラコントラカベジラかと、あマスカラコントラカベジラを今なんか要求してますね、要求していますが、んこれはどうなるんでしょうか。この要求はおっと今本部席からですね、あマイクであります。よく聞いたしてんな、エゴでメヒコイケラウンマノマノマスカラコントラカベジェラチャッパリタサリ。あーあお今握手を怒ってますね。これはね1対1でマスクと組目をあの髪の毛をかけてやろうとしてるんですよ。前身分かってんのかという感じですね、はい、アサリがこの要求を飲むのか。やっぱりマスクやばいと思って、
おっと張っていった。いやいや、さすがのアサリも凝ったか。小川さん、このチキータステカのですね、怒りというのは一体これどっから来るんすごいね、すごいパワーですね。非常に怒ってますよね、はい。もともと攻撃的な人間なんじゃないですかね。これは何て言ってるかっていうのをお客さんに説明してあげたよね、分かってないでしょ。まあとりあえずカベジェラ、あのマスカラコントラカベジェラというのはね、あの知っている方はね、きっと聞き取れたかと思うんですけれども、髪の毛とマスクをかけて戦おうと、一対一で戦おうというふうに訴えたわけでありますけれどもね。さあそれに対してアサリの返答は いかなるものになるんでしょうか。うん、これは説明してあげた方がいいかもしれませんね。日本語かなりいけますね、選手。マスカラこちらカメラ。やっぱり覆面と髪の毛をかけることを要求してますね。はい、あ、やるんだったら何でもやってやるよ。おお、アサリのマイクであります。シャパデタもそういう気になってきましたか。ね、すごいね。アサリがマイク取って叫んだってのは、ね、アサリがね、喋るな、初めて見ましたよ、僕は。なになに、しかし、今のマイクの投げつき方なんかも、お尻にストライクドンピシャリで当たりましたけどね。ビバメヒコ、ビバメヒコ、ビバラルチャリブレ、ルチャリブレ、ビバルチャリブレ、ビバチキータステカ、ビバチキータステカ。やはりしかしこの日本のマスクが真っ赤になっちゃった、しかし日本のファンにはまだまだちょっと馴染みがなかったか、ビバメヒコ。ただもうすごい攻撃的な試合でしたね。はい、何かこのタッグマッチの試合結果よりもですね、この今後のこの2人のですね、構想がどうなるか、そういったところに注目が集まる試合になりましたね。さあ勝利を収められましたバイソン選手、チキータ選手に来ていただきました。すごい試合でした。バイソン選手、パワーボム3連発効きましたね。あれで決めようと思ったんですけど返されちゃったんで、最後にあれで決めたんですけど、ちょっとまだ不本意なんで、はい、今度はシングルで決着つけたいと思います。あ、そうですか。そしてチキータ選手、あのすごいすごい闘志をむき出しにして最後アピールしてました。よきえろうんまのあまのこんちゃぱりたさりマスカラコントラカビジェラLa reto a un mano a mano y si me está oyendo ahorita, quiero un mano a mano, máscara contra cabellera, chiquita azteca contra chaparrita sari. Bison 選手、髪とマスクをかけて勝負したいという話なんですが、お疲れ様でした。セミファイナルジュニアトライアルロード6、赤コーナーはアジャコング選手です。さて、ジュニアオールスターを目前にしてですね、玉田にメインの資格はないということで今日の試合自ら指名されましたが、玉田にどんなファイトを望みますか。別にどんなファイトも望みません。私は私のやりたいようにやるだけですから、はい、大阪で当たった時に20秒ぐらいでやってるんで、はい、今日はまあそうですね、10秒待ったらいいんじゃないかなと。スリーカウント取る時間があったら十分でしょう。はい、わかりました。さて続いて青コーナーは玉田理恵選手です。さあ大きな大きな壁が目の前に立ちはだかりました。はい、シングルでやらせていただくのは2回目なんですけれども、はい、秒殺前回もそうだったんですけど、今回は絶対にされないようにしっかり頑張りたいと思います、はい、で、オールスター戦、お前にメインを張る資格はないと言われないように、はい、精一杯頑張りたいと思います。はい、わかりました。頑張ってください。ジュニアトライアルロード630分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより玉田理恵選手の入場です。
して赤コーナーよりアジャコング選手の入場です。まだガウンを着たままのアジャコングに突っかかっていった。おお、玉田もやる気であります。玉田アジャが、ね、はい、アジャ一気にと指名したんですよ、玉田は。先日もね、後楽園ホール大会で、実はタニーマウスにですね、ホール負けを喫したこの玉田に、まあなんていうんでしょう、不甲斐ない玉田にですね、このアジャが叱咤激励をという意味でこのシングルマッチが実現したんですけども、ものすごいパイルドライバー、まさに怪物アジャコング。今日はセコンドにジェイダーピンの八木がついてますね、はい、そうですね、玉田のセコンド。そしてちょうど入場の時にね、ロープを開けてあげたのも八木ひろみでした。ジェイダーピン、あー、おー、アジャコングを綺麗にブリッジで投げていった。いやー、この辺りも玉田さすが。あー、ドロップキック、バージャーの言葉にね、玉田が表記してるんですかね。膝を、今のはうまいですよ、今のは。うわうわうわ、強烈。あー、ものすごいキック。怪物アジャコングに果敢に挑んでいく玉田理恵。玉田としてもですね、ジュニアオールスターのチームはこの玉田にかかっていると言っても過言ではないでしょう。そうですよね、玉田と、玉田にかかってますからね、はい、そしてまあセコンドのね、八木、まあこの2人はまさにこのジュニアの名手と言ってもね、はい、いいですからね。あー、逆水平だ、名手であるメーカーですからね、はい、はい、でもこの試合はね、やり遂げたらまたなんかあれじゃない、気持ち的にも大きくなんじゃないんですか、はい、うわー、もう何かですね、会場の歓声がですね、うわーとかですね、そういう声が多いわけですけれども、このアジャコングの超重量級、やっぱり今日アジャはね、玉田の力を査定するっていう感じですね。全て受けて立ってやろうっていう気持ちだと思います。そうですよね、はい、まあそれに応えるかのようにですね、玉田がまずは先制攻撃を仕掛けていったんですけれども、うわ、アジャのヘッドバットは痛いんです。すごいことになってきたぞ。続きがすごいんだよ、またこれが。あれですね、堀田選手はアジアとの頭突き合戦で額割られたことありますよね。自分でやって割れちゃったから、半端じゃないよ、あの頭は。まあ、なんでしょうかね、こう頭蓋骨の構造がちょっと違うんですね。だって出てるじゃん、あのおでこ見て。尖ってるんですね。尖ってるもん、もう。あ、顔面狂気と言っていいでしょうか。あ、ものすごい蹴り。やっぱりこのアジャコングにですね、中途半端な攻撃をすると まさに墓穴を掘るというか、やっぱり体大きいから下半身やっていこうと思ったんじゃないですかね。なるほどね。まあしかしこの玉田というとですね、こう、おー、すごい、ものすごいブレンバスター。まあアジャコングの言うなればこの付き人的なですね、動きをいつも私はしているのをですね、よく見るんですけれども、まさかこのセミファイナルでシングルマッチ、こういった形で相まみえるというのはね、また玉田としてもこれはまた大きな逆にね、チャンスでもあるわけですから、頑張ってほしいところであります。なんか試合前にね、一応玉田、まあなんか今日で自分が終わっちゃうんじゃないかなって心配してましたけどね。胃が痛いと言ってましたけどね。まあそれにしても、まあ終わるなんてことは絶対ないでしょうから、これをステップにですね、さらに一回りも二回りも、まあ、大きくなってほしいわけでありますし、まあ、当然アジャもそういった気持ちでね、この試合に臨んでいることと思いますけれども、まあ、それにしてもそこはね、アジャコングですから、当然その手加減をするようなことは絶対にしないでしょう。あ、そして場外、
アジャコング場外に来るとますますこのゴジラのようなですね、風貌がなんとも不気味に浮かび上がってくるわけであります。あー、広い広い横浜文化体育館の場外、暴れ回るアジャコング、暴れ回るアジャコング、まさに平成の怪物。あの昨年大阪でやっぱりトライアルでやりましてね、その時は1分か2分の戦いだったんですけども、結構前線したんですよ、玉田が。今日はどうでしょう、アジャは秒殺をする気はなくですね、全部ね、はい、なんて言うんでしょう、出し尽くして、なおかつ自分もですね、あっと放送席の前の鉄柵、あー何か玉田の今悲痛な表情がですね、私の目の前で垣間見ることができたわけでありますけれどもね。いやいや、かなり辛そうな顔を見せた玉田理恵。しかしこのまま引き下がってはいけない、ジュニアの運命がかかっています。玉田理恵、あーまた一攻撃、5分経過。何かアジャがですね、こう非常に表情がですね、なんともドライな表情クールですね、見えますよね。それだけに何かこのなおさら恐ろしいものを感じられるですね、殺伐とした雰囲気が今場外で醸し出されているわけであります。そういう感を今手にした、あー勝を入れるアジャコング、もともとはすごい玉田タジタジ、あーご覧のようなアジャの表情、まあ、どこまでね、やっぱり耐えられるか、アジャは試してるんですよね。いやいや、これぞまさに試練といったね、はい、そういう感じですけれどもね。まあそれにしてもやっぱりメイベンターの道はそんなに簡単ではないぞっていうところをね、身をもって教えてると思いますけど、はい、あー垂直落下式か、危ない球だ、意地でブリッジで返した、すごい試合になってきました。今日のセミファイナル、アジャコング対玉田理恵、あーまたハイアングル、ハイアングルのパイルドライバーか、なんと頭にどんどん血が、うわすごい、体がバウンドしましたよ、危ない、いやー玉田も頑張るが、ね、頑張ってますよね、ねカツを入れるアジャなんとも、お玉田、おーすごい張り手、ああ10倍返しのアジャコングか、ロープに振って、うわーおっと、ブッシャー殺法、玉田も豪快な張り手一発入ったんですけどね、ちょっとビビってんじゃないですかね、玉田が。なるほど、うわー体当たり、体を浴びせていった、危ない、まだ返す、まだ返す、耐える玉田理恵、まさに試練への道は続くわけであります。茨の道が続いている玉田理恵、あー、うん、今鼻柱ですか、アジャの攻撃は全部が反則みたいなもんですからね、狙いすましたようにね、今、うわすごいキック、このまま壊れてしまうのか、玉田でもよく耐えてますね、大丈夫か、ジュニアの未来、前女の未来がかかっていると言っても過言ではない、この玉田理恵、あー投げっぱなし、ちょっとグロッキーか、いやいや、今日のアジャ様はもうなんか
非常ですね。いつにも増して非常ですよこれ。まあそれだけ玉田をね期待している証拠なんですけどね。なるほどね。ああ出ました、アジャドライバーです。ああ跳ねてますよもう、もう人間ゴムマリのような形です。ああまあ今日のトライアルロードはですね、こういったこのホールまだしないよっていうね、うん、先輩のこういったシーンがですね何回か見られたわけですけれども、この試合に関しては本当に、おお前そんなに何をジュニアでねえんだ、この僕が迎えんだ、ほらやりたって見てんだな、やり込まれ恥ずかしないよ、お前やりにメイン変わる。今ヤギにメインを買われと言っていますよ。お前それでメインを張れるのかと。ああここで玉田ね意地見せないと。いけいけいけ、おー顔面にエルボー、しかし逆にもう一回エルボー、ああ山、まさに岩だ、山だ、全く動かない。うわカウンターエルボー、岩をね崩していかないと。あいやいやいや、うまい。さあ起死回生、起死回生だ玉田、なんとかいくか。あーなんとなんと、まだきつかったな、ものすごいバックブリーカー、いやーそれにしても、おお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 、ちょうど JWP の八木ひろみが見ているそのニュートラルコーナーへ、水車落としですからね、あえて玉田を持ち上げて流れ式の水車落としに行くのか、真下では八木ひろみが見ていると、あ、甘い、玉田がうまく体を預けた、カウント2、玉田一気に行かないとね、はい、ここで攻めるのがないよ、うん、もうこれは千載一遇のチャンスでしょう、後頭部、おーっとアジャ様ちょっとひるんだか、アジャがひるんだぞ、おーカウント 2.8 ぐらい入りました今、ひびり入りましたからね今ね、うん、ここでね一発いかないと、はい、これ一気火星に行くべ、おードラゴン、おうわー裏剣、あアジャが裏剣を出してきたということはね、これはアジャも取りに行ってますよ、うわーうわすごい、ぶっ殺きジャーマン、すごいな、ゲーリーオブライトバリのぶっこ抜きジャーマンを見せた、ものすごいパワーですねアジャコング、あジエンドサインでしょうか、これにて一件落着サインでしょうか、もうお前に付き合ってはいられない、そんなポーズでボディープレスを返した、浜田の意地爆発であります、おっとさん、玉田頑張りますよ、ね、すごいね、こんだけ耐えてるもんね、あ、いけいけいけ、投げろ投げろ投げろ、おお、なだれ式、おお、これを投げればすごいですよ、うわー、いったー、やっぱり玉田、連発でいかないと、ねえ、ここで一気にね、いけ、もっともっと休まない、休まない、休んでる暇ないぞ、休まないでいっちゃう、もうどんどん行かないといけない、あー、フルネルソン、それで投げたらすごいぞ、これで投げたらすごいぞ、あーしかし腰を落としたアジャコング、でもアジャもあの角度から投げられたらきついですからね、さあ張り手張り手、あー大きく振りかぶったが、うわー超デンジャースバックドロップ一発、アカウント、あー返した玉田、あー地響きが鳴った横浜文化体育館、えーそう、うわすごい、なんか人形みたいじゃない、もうものすごいバックドロップ、うわ3連発、真っ逆さまに脳天から打ちつけられる球だ、うわ4連発、おい終わりかこれで、あまりにもあまりにも過酷な試練であります、ちょっと虫の息ですね球だね、あまりにも過酷な試練が今
玉田を襲っている。玉田の耳にこの玉田コールは届いているのか。すごいね、起き上がるんだもんね、あれでも。うわー、なんとか意地で今、うわー、裏切り、あまりにも非常です。いやー、玉田玉砕、大の字でピクリとも動きません。いやー、何かこのですね、最後の裏剣まで実はのアジャの冷ややかな表情を見てですね、寒気がしましたよ。タマ、自分の力で立て、人に助けてもらうなら自分で立て、自分で立てるなら18人も全部やめろ、悔しかったら立ち上がれ。勝利を収めましたアジャコング選手に来ていただきました。お疲れ様でした。玉田選手、最後は自分の力で立てとマイクアピールされておりましたが。そうですね、まあね、あんだけやられて、ぐちゃぐちゃにやられてね、潰されてるのはもう分かっていることですから、あとはそこからどんだけ自分が這い上がってこれるかってことですからね、まあ、人の力借りず自分で一人でしっかり立って歩けと。わかりました。お疲れ様でした。行ってみて、なんかあそこまで思ってくれてるっていうのがすごい分かったんで、自分だけじゃなくて、やっぱ前はね、トルジュニアの中でも一番試合を取ってるから、すごいそういうことばっかりを考えてたんですけど、
同期や後輩たちと全場の素晴らしさ、やっぱり全場が一番なんだっていうのをお客さんに分かってもらいたい。だから全員で力を合わせて全場がここにありっていうのを全員で爆発させて。さて、いよいよ本日のメインイベント、サタデーナイトセンセーションと題しましたタッグマッチ、赤コーナーはですね、井上京子選手、井上貴子選手です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンピオンベルトが輝いてますね。そうです、私たちが102代目の 3WA タッグチャンピオンです。はい、ですね、しかし今日の敵は豊田真奈美、そして下田美和の合体ということで、はい、新たな強敵の登場かと思われますが。そうですね、仲の良さでは負けてないんで多分大丈夫だと思います。大丈夫ですか。はい、はい、あちら多分仲悪いと思うんではい、はい、分かりました、頑張ってください。はい、頑張ります。今日も行くぞ。おお、対します青コーナーは豊田真奈美選手、そして、下田美和選手です。さて、下田選手、62年組のデビュー10周年で久々のタッグ復活ですね。私が望んで組んでもらったんで頑張りたいと思います。はい、はい、それとですね、相手選手チャンピオンですけれども、どのように戦っていきますか。でも今日タイトルマッチじゃないんですよね。はい、まあ、タイトルマッチでもタイトルマッチでなくても、はい、私たち2人が組むことで、はい、あの2人にどういう攻撃ができるかというのを私は楽しみにしてるんで、はい、頑張ります。はい、それとですね、トヨタ選手、はい、トヨタさんも、久々のタッグなんですけれども、どのように思われますか。フリーダムホースを離れた期間というものは全く組んでなかったんですけど、はい、その間でもう美馬の成長というのもすごい見てきてて、はい、すごいよく頑張ってるなと思って、自分も負けないぞみたいな感じでやってきてたんで、はい、だから、ね、今回10周年でタッグを組んで、はい、うん、まあ、すごいいい試合ができるように2人で頑張ろうと思うんですけど。はい、はい、分かりました、頑張ってください。青コーナー145パウンド、
ボスリータブレー世界シングルチャンピオン150パウンス、トヨタマダミ。我がコーナースリータブレー世界タッグ並びにアイドルで女子チャンピオン155パウンス、井上175パウンス、井上京子、レディー村山大地。さあ、いよいよメインイベントです。サタデーナイトセンセーション60分一本勝負、井上京子、井上貴子組対なんと豊田真奈美と下田美馬がタッグを組みました。まあ、小川さん、はい、いきなりですね、この下田トヨタのタッグがですね、このダブル井上現フリーダムレーのタッグチャンピオンと当たるというですね、まさかまさかのドリームカード。そうですね、まあ、10周年を迎えた60年ぶりのトヨタと下田がね、はい、やっぱりこれを機にタッグ復活っていうことですよね。これはなんかスイートハーツの技じゃないですか、うん、でもいいですよ、タイミングいいですよ。これはちょっと失敗してしまったか。まあしかし2人はですね、この立ち上がりこういった合体技でいこうというのね、ガッツリと決めてきましたんでね、やはりこのタッグとしての、なんていうんでしょうかね、結束力というのはかなりこう高いと見ていいんじゃないですか。あとね、どうせやるんだったらやっぱ強いチームとね、あー、ないですからね。あれですか、今日限りとかじゃなくてこれから組んでいくとか。まあ今日のね、試合の結果によってまたね、考えなきゃいけないし、うん、でもやっぱりせっかく10周年ということなんでね、はい、やっぱりまあ、フリーダムフォースと違った形で組んでいくのもいいんじゃないですかね。なるほど。まあ、スイートハーツ復活というふうにね、報じられましたけれども。だから、まあ、京子、高子にしても強敵チーム出現ということじゃないですかね。なるほど、なるほど。はい、まあ、今、正直言いましてですね、このダブル井上の牙城を崩す、いわゆるタッグチームらしいタッグチームというのはですね、ちょっと見当たらないですね。見当たらない状況ですので、はい、まあ、そういった意味では、この、今日はね、でも下田もトヨタもちょっと笑みが見えますから、なるほど、結構乗ってるんじゃないですかね。なるほど、なるほど。トヨタの今の顔なんかすごいですね、タッグマッチを楽しむかのようなね、楽しんでますよ、はい。まあ、しかしこのダブル井上の牙城というのはそう簡単に崩れるものではありません。ああ、すごい下田美馬、軽々と今後ろに放り投げていった。やっぱりね、WA の井上の方がなんか年季が入ってるっていうか、見ててこう安心するような安心感がありますね。そうですね、99代、100代、102代のね、チャンピオンですから。あ、トヨタまで手を叩いているぞ。あ、これは逆に困惑しているのが井上京子、お前は今日はどうしたんだと、まあそういったところですけども、なんかすごい余裕を持ってますね、トヨタは、ね、楽しみながらやってるんですよね、はい。下田の心境はちょっと分かりませんが、やられてる下田、はい、あーすごい、完全に公式状態だ、逆さずり状態。トヨタと京子の絡みにね、下田なのかどう絡んでいったんですか、はい、ね。まあとにかくこの前場、今前場のリングで最も乗りに乗っているこの4人がですね、リング上にいるわけですから、そうですね、まあ、1月の大田区体育館で、はいはい、北斗、下田と京子、高子というね、3W の選手権がすごいいい試合だったんですよ。はい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 、はい、だからやっぱりトヨタは北斗変わったっていうことでね、そういう意味ではもっとグレードの高いもの見れるんじゃないかと。なるほど、なるほど。下田としては結構あれなんじゃないですか、やりやすいっていうか、自分のものを出せる、はい、やっぱりなんだかんだ言っても同期ですからね、はい、息は合いますね、やっぱりね、あうんの呼吸があるんじゃないですか。なるほど、なるほど。でもこのことによってお互いがね、コミュニケーション取るようになったと思うんですよ。はいはい、だからそういう意味ではいいんじゃないですか。まあ今まではですね、もちろんスイートハーツと解散以後、もう2人は全くこの対照的な道を歩んできた、はい、もちろんその間ですね、プライベートでもほとんどまああまりね、コミュニケーションしていなかったというようなね。そうですね、だからバスの中でも、はい、もう2人はもう喋ってなかったですよ。なるほどね。でもね、最近はやっぱりそういう会話とかを聞くようになりましたよね、2人で喋ってるところとかね、話をしてるところ、はい、それにしても
下田のね急成長というかね、だからこういうふうに4人いても、ね、下田がこう、ね、上になってやってる、うん、やっぱりところを見たいですよね、うん、どう見てもやっぱりトヨタと組んでてもやっぱりやられてる下田、なるほど、やっぱそうやってる下田もちょっと見てみたいな、はい、うん、だから本来は、ね、本来というかね、この4人がね前場の本当に四天王にならなきゃいけないと思うんですけども、うん、まあアジャや堀田には失礼なんですけどね、はい、そういう世代的に言えばだから、まあ、下田がこの中でねどれだけ対等な立場でできるか、うん、見てみたいですよね、はい、下田とし、はい、どうぞ、青怪我してからでも下田調子いいんじゃないですか、うんうん、おお、これは今スタイルアップできて、さあ一気に逆転していこうかというところ、髪の毛を掴んでどうぞが痛い痛い、おお、下田ペースに、下田はね、はい、アダルトな隠れファンが結構いるんですよ、アダルトな隠れファン、若い人には人気ないですけどね、そんなことないでしょ、おじさんには人気あるんですよ、あー、なるほどね、戦うチーママという意味を取ってましたね、一時はさあ、うまい具合にアームホイップ、やっとトヨタが出てきたと、こんな感じがしますけれども、トヨタ満を持してましたよね、はい、あー、ランニングドロップキック、井上京子が吹っ飛んだ、巨漢井上京子が吹っ飛んだ、あー、なるほどなるほど、いやもう狙ってましたよね、狙ってましたね、って感じで、いやいや、こういうオチがあったのかと、こんな風に拍手が足りないと言ってましたね、はい、おっとおっと、なんとおちゃめなトヨタマナミ、ね、こんなトヨタは見たことないぞ、やっぱり島根流のダンス、何あれ、あのダンス、スースーですか、何ですか、今ちょっとロックメール入ってましたけどもね、モグルベンジャー、ちょっと島根ダマリの入ったダンス、ちょっとね、やっぱり変わってるんですよ、あの子はカラオケ行くでしょ、でカラオケって今流行りの歌はみんな歌うんだけど、はいはいはい、あの子の場合は昔の歌、はい、もう本当にもう10年ぐらい前の歌を、あの画面見ないで後ろを背にして、画面を背にして、はいはいはい、あの踊って歌ってるんですよ、はい、踊りつきで歌うの、踊りつきで、多分本来はすごく陽気な選手だと思うんですけどね、なるほどなるほど、ただどうしてもねイメージが、イメージがね、明るくはないですから、いやそれにしても驚きましたね、今のトヨタのパフォーマンス、まあもあのぐらいはもっともっとやってもいいかなという気もしますけどね、ああしかし、ああ京子がお株を奪われた、まあ洗礼とばかりにね、やっぱトヨタと京子の絡みは安心して見てられますけどね、今このタッグ絡みですとどちらかというと京子の方がですね戦績はいいですよね、トヨタに対してお互いのネタをね一つ一つ披露しているような感じですよね、はい、高校もですね、下田もなんかやられの、なんか相手がね、パートナーやられてるんだけど、うん、なんかなんですかね、あの表情はさっぱりした表情ですね、なんかね、はい、あー、高校の久々のこのね膝に焼き入れ、ツーブストン、高校も今、怪我してるんですよね、あー、膝ですか、お尻かなんか、お尻ですか、だから3日間ぐらい、あ、2日間かあの試合を休んで病院通いしてたんですよね、はい、なるほど、うーん、ぐさりとツームストン入るドライバーはカウント2、今日はなんか4人が4人を認め合ってやってるような試合ですよね、なるほどなるほど、やっぱりギクシャクしたところはあんまりないですね、トヨタと下田のタッグ、まあ序盤はねタッグらしい攻撃が見られたんですけれども、中盤はどうか、やっぱりみんなスタミナありますからね、やっぱり直線が、うん、なんかね速攻というかね、そうですね、長くなりそうな気配を今から、はい、切れたチームが負けますよね、なるほど、さあ心当たり、まあ篠田としてはフォローに入ってもいいようなタイミングですが、うーん、ここはじっとトヨタはまだまだ見つめている、色々ありますから、なるほど、もう複合の何ですかね、これは何ですかね、これはぐちゃぐちゃですね、ドラゴンスリーパーに足をフックしているようなぐちゃぐちゃ、まあしかし体の柔らかいことでは定評のあるトヨタですから、どこまで効いているかはちょっとわからないんですけれども、まあ今度は同時の形に移行していった、細かいですね、下田の指摘が
お、逆に今度はトヨタが、何かですね、あんなの戦いとは思えない馬勢の乱舞。あー見事な連携、グラドール、グラドーラーですね、はい、飛んできましたよ、はい、見事な連携。わー素晴らしいダイブであります。あー追いかじっか、そして4の字固めを固めている。あーこれは見事な連携だ、3連発、さすがの井上貴子もタジタジであります。おっと下田が4の字固め、ちょっと入り方間違えましたか、変な4の字ですねちょっと慣れないことをしてしまったか、下田美馬、もう一回、もう一回仕切り直した方がいいと思います。もう一回やった方がいいですよ。あ、今度アキレス腱に移行した、どうだ、どうだ、完成だもん。おーすごい、うわー、ぐちゃって落としました今、ちょっとね、綱渡り式のダイブしましたよね。見事でしたね。もう飛び、今のは何でしょうか、飛びたいと思ったらもうどんな体勢でも飛びますね、トヨタは。まあやはり今日初めてのタッグですから息が合わないところもあるんですけれどもですね、お互い何か楽しんでやってるのがね、なんかここまでよく現れてますよね。そうですね、フリーダムホース結成してから1年間組んでないですから。よかった、ファイルドライバー。やっぱりでもね、トヨタと下田がこれで出てくると、はい、必然的に同期の山田と三田も、うん、なんとかしろっていう声が上がると思うんですね。なるほどなるほど、あはそのあたりの同期付けにもね、例えばね、そういうことだってできるし、同期がいるっていうことはね、うん、4人もいるんだからね、はい、いろんな可能性出てくるわけですよ。だから今日は単なる目に爪を突っ込んでますよ、はい、大丈夫か、1回戦のタッグで終わってはならないと思いますよ、トヨタとしては。女の争いですね、怖いですね、女の中に入りたくないって感じしますね、はい、怖い、どちらに睨まれても嫌ですね、この2人は気が強いですからね、もう小川さんをして怖いと言わしめたこの2人、よっぽど怖いんでしょうけどね、小川さんも怖いんですか、いやこの2人のどうですかね、うん、女同士の争いというのは女同士は苦手ですね、やっぱりそうですか。わー見事アームホイップ、スピード十分、全員コンディションがね、意外と高子もいいんじゃないですか、悪いと言いながらも、ね、なかなかキレのある動きにしてますよね、はい、アーム入って、ほら、流れるように嬉しい、高子はね、逆十字うまく自分をカバーしてますよね、ははは、うん、やっぱり悪いとこあったらね、それを気がつかさせないように、なるほど、なるほど、この逆十字なんか、堀田選手もね、さっき逆十字で女王になっちゃったから、ね、あのアジャコングを流れ式の腕ひしぎ逆十字で下してしまった堀田選手、アジャの時なんで取れるね、ボールをどうやって狙おうかなと思って、やっぱあれしかないかなって思って、ひらめいただけで、ただいやあれは驚きましたよ、おっ、あ、あ飛んで火にいる夏の虫状態か、すごいですね、出ました出ました、大会場ではひときわ映えるこの強固流ジャイアントスイング、投げ捨ててしまった、いや目が回っちゃいましたよ、こちらもものすごいパワーですね、しかし、まあ今マット海博士といえどもですね、このジャイアントスイングにかけてはこれ強固の右に出る選手いないですね、はい、いませんよ、はい、はい、いませんよ、男のレスラーを含めてもですね、はい、これだけのパワーで、あの遠心力を与えられる人ってのはこの人ぐらいでしょう ね、 そうですね、かつてのアスカより超えてますよね、はい、でもそういう意味では今日は、ね、このメインでやっぱりこれだけのお客さん入りましたからね、はい、ああ美味しいといえば美味しい興行ですよね、いやいや美味しい興行というか、このメインはすごいですよ、ノンタイトルとはいえですね、それだけ注目度が高いっていうことですね、はい、これはさ、いずれはタイトルマッチ組むんでしょ、結界感ですね、あと、あと本人たちのね、やっぱりトヨタ下田の意向がね、どういうふうにあるかっていうのは分かりませんから、うん、まあこれはいつまでもですね、タッグのこのダブル井上天国状態をですね、なんとか打破してほしいなというのは
まあファンの期待もあると思うんですよね。やっぱりね、いくらいいチームでもライバルいてこそのいいチームですから、ね、なるほどなるほど、どんどんね、やっぱりチャレンジしていってもらいたいです、はい、うん、まあ今でこそとこのトヨタ下田ね、ちょっとこの若干まだこう急増かなというような違和感はあるんですけれども、おー先ほどの開始かローリングプレートは早いぞ、これは先ほどのジャンプスイング対抗してるね、かなりスピード速いですね、これリング中央、あすごいスピードだ、まだ回していきます、まだ回していきます、あースピードは衰えない、スピードは衰えない、いや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 、さすが豊田真奈美、ローリングクレイドル危ない、一瞬目が回ってしまった井上貴子、なんとかカウント 2.8 で返していった、おっとまだも連携だ、またも連携だ、あーしかし京子が速い、あーうまく下田が、おなんだなんだ、おーあっと、うん、今はちょっと位置がね悪かったですね、ちょっとね待ってましたね、膝のところに行っちゃったから、あっとバックドロップホールド、カウント危ない、高子もしたたかであります、あっという間ですね、15分が、はい、もう一回バックドロップホールドを狙ったがうまくくるっと返して、張り手をか、おっ直線ですか、ちょっと低かった、はい、うん、なんとも高子らしいホールの仕方ですけれども、カウント2、さあセコンドではフリーダムフォースの面々がですね、下田と一緒に声援を送っているわけですけれども、2回転式の回転エビが飛べばカウント2、下田は燃えてますね、はい、セコンドについても、あーあらこの辺りがですね、タックがまだね急増だなというちょっと遅れましたね感じがしますよね、あー逆にこれは墓穴を掘ってしました、流れ式アームホイップ、うん、下田何のためにコーナーに登ったんだ状態でありますけれども、カウント2、下田のももうなんかあざだらけですね、大丈夫でしょうか、10年目であざを作るって珍しいですね、はい、まあしかし、うん、堀田選手に蹴られたんじゃないでしょうね、そうか、そうかもしれませんよ、あーこのフラッシュアイがうまいぞうまいぞ、この辺りのフォローはさすがであります、トヨタマナミ、おタイガーか、うん、得意のタイガースープレックス、早くも出していくのか、ああものすごいパワーは井上京子、パワーではやはりこの4人の中ではずぬけている井上京子、あこのタイミングがいい、あっとちょっと横殴り式に顎を怪我してから横投げになってますよね、すべ、はい、ての投げ技プレートが入ってるんですよね、顎に、なるほどなるほど、このタイガーをまたもうまくかわして、あいやいやいや、京子は背中にも目があるんですよね、はい、まあこの視野の広さではね、うん、もうピカイチですね京子ね、あーニュートラルコーナーを降りして三角飛びのエルボーはこの辺りはうまい、おーっと危ない危ない、トップロープから落とされてしまった井上京子、あ合体だ合体だ、おまずは下田が飛んだ、おー2人まとめてのトペ、そしてトヨタはもちろん、あーすごい、トペコンですね、ワン式ワンステップ、はい、ノータッチでトペコンヒーロー、あれが出る時のトヨタは調子がいいですよ、ものすごいバランス感覚であります、うん、ワンステップでね、ワン式ですからね、手を使わずに、そうダブルだダブルだ、ダブルのミサイルキック、ちょっとね、かすりましたね、はい、当たりは浅かったかどうか、うん、カウント2、さあ、京子を攻めていく元スイートハーツ、おー、これは見事にクリア、クリーンヒット、カウントは2、さあ、今日は何か弾けるものを感じます、このトヨタマナミ、あーこの、あ全くポーカーフェイスですね、この、うん、井上京子、ブロッキーかと思いきや、おスパイダーネットですか、はい、危ないぞトヨタ、スパイダーネットがガッチリと入っている、足のフックは完璧に決まっている、トヨタはもうギブアップで勝ちたいんじゃないですか、ね、なるほどなるほど、あースパイダーネットがガッチリと、足のフックは完璧だ、あ
ちょっとロープに近いか、左手がなんとかロープに、ロープに今もうすぐ手が届くところだが、すごいパワーは井上京子。ここでやっと下田がフォローに入った。下田そして高子、京子そして豊田、この辺りの女の戦いは熾烈であります。ダブル井上、ここら辺りで優勢に、そして一気に試合を決めていくのが、うわすごいすごい、今のは何ですか何ですか。アルゼンチンバックブリーカーの体勢からそのまんま、すごいね、なんか高く出てきて、こんなことができるのはもう恐怖。今のが痛い、今は先っぽに当たりました。今先に当たる方が痛いんじゃないですか、こういうのは。痛いですね今のは。さすがの軟体動物の異名を取るね、トヨタマナミでもこれはきついでしょう。これ、うわダイビングニードロップ危ないぞ、トヨタ危ない。やっぱり20分経過、じっくり攻めていこうっていう感じですかね。いやいやいや、ダブルイのトヨタをこれターゲットにしてるようなね、どっちかというとトヨタは動けなくした方が有利ですからね。なるほどなるほど、ちょっとローンバトルが続いているぞ。トヨタマナミ徹底した、徹底した腰狙いに転じているダブル井上。この辺りはまあタックね、合体ではないんですけれども、息が合っているところですよね。徹底的に腰を攻めていこうというところ。トヨタのセコンドにはフリーダムフォースの面々、一方強行側のですねダブル井上のセコンドには渡辺そしてタニーマウス、まあ言うなれば強行師匠とね慕っているこの2人が軽い突きで今試合を見ているわけですけれども、さあなんとか今、手が届くか、もう少しで手が届くというところ。強烈な高子のこの逆肩エビ固め、表情がねなんともこの憎たらしい表情を見せているこの井上貴子。この辺りが貴子いつ爆発という感じですけれどもね、やっぱりタッグチームですね、いい動きをしてますね、1たす1がね2にも3にも4にもなりますよね、はい、今やはりこのトヨタ下田はタッグとしてはちょっとね体を成してないような状況になってしまいましたね。まだね、トヨタと下田はね、組むということに喜び感じてる状況なんで。なるほど、なるほど、はい、おー、ワンステップで、ちょっと勢い余ってしまったか、まあ、しょうがないですよね、まあ、あれだけ腰を攻められればね、バランスを失ってもしょうがないですね。あーっと、放送席前のフェンスに今ガツンと、高子はね、椅子でやってますね。高子が今、うわ、まだ背中と腰のあたりを攻めてますよ。このあたりは王者チーム徹底した腰狙いは場外でも続いているわけであります。あとですね、本当に、まさにマット、そんな感じですよね。おっと、そして、今、トヨタと高子、そして高子と下田が今、はい、ちょっとどこへ行ってしまったのか。今下田が戻ってきました。でも高子必要ですねこの攻めはね、トヨタに対して、はい、やっと今リング上、下田がまだ元気だと見るやですね、スッとこう逃げてくるこの高子、やっぱり対象角のトヨタと京子がちょっとやられてますね、はい、シフト、ちょっと今場外でブロッキーか、さすがにここまでかなり劣勢ですよね。このツーショットいいんじゃないですか、なんとも巻き返しを、果たしたいところ、ね、ですよねこれね、これいいツーショットですよ、目がキラキラとね、2人輝いて、なんかやっぱり背格好も似てるからあれなのかな、バランス的になんか、そうですね、そうですね、合ってるね、ちょっと
髪の毛もね、ブラックパンサーとレッドパンサーみたいな感じですよね。なんかうまい表現をしますね、お母さん。あー、うまい、うまいですね、このあたりは。さあ、ドロップキックで一気に形勢逆転といきたいところ。わあ、今の読まれてましたね、レベル差は読まれていた。さあ、場外場外、あー、トヨタが、おっ、ネットリードライブですよ、まさにネットリードライブですね。ジノを投げ捨てダイブというそんな感じですけれども、さあ今放送席目の前、トヨタそして井上京子の対象角の対戦、片や三方角の2人はどこで場外乱戦を繰り広げているのか、ちょっと視界から外れてしまったんですけれども、今戻ってきました。今ちょうど下田と高子、全力で接戦を担当している。なるほどなるほど、女と女の熾烈な戦い、はい、あー、場外でのパイルドライバー、うーん、いやいやいや、ちょっと高子はグロッキーか、うん、長丁ですね、激しい場外戦が繰り広げられています、今日のメインイベント。あー、高子がひとしきり下田のパイルドライバーで、おっと今私の目を見て大丈夫と、目はまだまだ死んでいないぞ、この辺りは高子らしい気が強いです。まだまだ、さあそして下田が、今度は下田が若干ね、まだまだ余裕があるといった表情を見せてますね。やっぱトヨタのリングに上がる回数が多いですからね、はい、うん、さあ仕切り直しか、仕切り直しか、スリーダブルタップの前哨戦とも言える。2度も3度もやられっかな、あ、2度も3度もやられっか、あ、いや今京子はなんとラリアットカウンターで狙おうといったところをね、迎撃ロケットキック、うわー、ダブルで、これはいい連携だ、うん、このチームも見せ場多いですね、はい、さあそして腕を固めて持ち上げようというところ、しかし重いか、結構2人がねやってますね、うまいフォローで、あー持ち上がった、京子90キロ近くありますからね、ダブルアブスープレックス、この辺りはおかぶであります、下田の得意技、ランニングネックブリーカードロップは3連発見事、カウント2、さあガゼンヒートアップしてきました、今日のメインイベント、もうとうに20分を過ぎているこの4選手の戦いとはですね、思えないほどのこのスピード感、まだなんか始まったばっかりみたいな感じ、こんな感じしますよね。さあカウント2、腕を固めてリング中央、肩をぐいぐいと締め上げていこうというところ、さあ下田と京子、そうだ、でも表情いいですよ、はい、なんかね、イチャリの投げですね、はい、あ、しかし京子だいぶこれ右肩ですか、ちょっと痛がっているような、あーと言ってですね、京子怒ったか、怒ってる、相当怒ってますよ、ちょっと下田もひるんだか、この迫力に、最後の最後のキックはちょっと効かなかったですね、はい、あーすごい、カウンターのエルボー、顎を怪我しているこの下田としてはですね、かなりこれ効いてんじゃないですか、下田もね、やっぱりね、怪我してる方の顎は注意してますよね、受ける時に、なるほどなるほど、なんか片方右左があるわけですね、うん、お、久しぶりに見せるオーロラスペシャルでしょうか、肩に担いで、あ、投げっぱなし、うん、高さ十分であります、やっぱりね、一撃が顎に響くんでしょうね、特にああいった投げ技ですとね、厳しいものがあります。さあもう一回オーロラスペシャルをうまく返していった、さあ前方回転のエビ固めカウント2、これはやっぱり腕を取ると、あ、これはうまい、膝十字で行こう、肩を倒してない
選手ですよね、下田っていうのは。数少ない選手ですね。じゃあ小僧にサポーターをしない人ね。はい、サポーターをしない、膝にサポーターをしない選手。だって一番膝大きいんじゃないですか。関節がすごいからね。あ、膝が大きいんですか。大きいの。あのお皿ってあるでしょ、あれがうちの選手誰よりも一番大きい。京子よりも大きいの。あ、そうなんですか。へえ、意外なあれですね、下田はね。怪我をしなかったの、下田っていうのも有名だったのにね、歩き出しちゃって。あ、そうですね。なるほどね。膝の大きさってのがあるんですね。あとなんか骨格太いですよね。なんか見かけより、ね、だから太ればすごいいい体になるんだよね。なるほど。ただ下田も出直しですからね、これで。まあいい、このタッグはいいきっかけじゃないですか。のやら下田すげー。うわーすごい。のやら。うわーすごい。ド迫力ですね。しかし今日このラリアット速い電光石火フィッシャーマンズスープレックス。あー、もう30分ですか。いやいやいや、30分戦った後のね、この選手の動きとは思えない。今日この無尽蔵のスタミナであります。ちょっと下田が攻め込まれているか。まああれですね、やはりこのダブル井上のペース一貫してね、何かペースをずっとこう掴んでいるのかなというそんな展開ですね。攻めてはいるんですが、このトヨタ下田チームどうもつながりがなかなか見出せない。それはやっぱりタッグのキャリアの違いですからね。やっぱりトヨタ下田久々ですからね。このボディープレスは使われてしまいました。でも、まあ、不思議なほどといったらあれなんですけど、4人がやっぱりバテてないですよね。そうですね、あれだけハードなんですね、場外戦を展開しておきながらですよ。いやー、もう30分あっという間に経過してしまいました。ここでダブル井上貴子にタッチ。まあそろそろダブル井上としてはですね、フィニッシュのことも考えて戦っていくんじゃないかという気がしますけれども、エルボー合戦だ、エルボー合戦。あー、もうちょっと気づかったが、下田ももう必死の形相に変わってきたぞ。ニュートラルコーナー、もっと力入れてもらいたい。なるほど、まだまだ甘いか。まだまだ、もっと行ってほしい、もっと行ってほしい。パンチがね、なんかね、下手だね。ちょっと頑張っちゃう練習。なるほどね。うわーすごい。いよいよデンジャラスバックドロップ。ああ、何か、ああ、なるほど、高子のパンチの方が何か胴にいっているようなね、そんな感じですね。張り合ってますよね。ああ、思わず私口にしそうになりましたけども、今日張り切ってますね。はい、やっぱり自分が怪我してる分ね、やっぱり負けたくないっていうのがあると思うんですよ。なるほど、 DDT。 やはりこの高子がですね、下田に対する時というのはですね、結構ね、またこれはかなりいいんじゃないですか。するものがあるのか、いいですよ。敵燃やしてるんじゃない、お互いに。お互いに嫌いなんじゃないですかね。あ、そんなストレートなことも、それはいいですよ。それでプロレス戦うリングでね、戦えばいいんですか。当然戦うんですけどね。好きであっても困るし、どんどんやった方がいいですよ。なるほど、本当お互い形相が変わりますもんね、書いてあって。それをね、ちょっとシングルマッチ見てみたいですね、これね。この間ありましたよね、あそこで。そう、その時下田がね、仕分けだったんでね。はい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 。またね、不安定な時にね。はい。ジャパングランプリとかでもね、当たりますからね。当たりますから、はい。バカ野郎。このエルボーをかわして、横投げジャーマン。あー、下田も生き返りましたよ、生き返りましたよ。おお、なんかトヨタもう出たくてうるうるしたんですよね。もうやっと出れたって感じですよね。うわー、すごい、まともに入った、まともに入った、3連発だー。おお、力が有り余ってますよ。力が有り余っております、トヨタ並み。これはちょっと濃いって言ってるんですかね。なんか相手側のこの
相手側のコーナーのトップロープのミサイルキック、うわすごい飛距離ですね、さあどうかカウント、危ない、やっぱトヨタはね自分が出たいタイプですからね、はい、さあ高子強子一転してトヨタのはつらつとしたこの技の前にタジタジといった雰囲気があります。下田の叩きですか今のは、うん、下手台にはちょっとなりませんけどね、おう、あー何すんの何すんだ、なんとなんと髪の毛を掴んで、あー痛い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 、あれこれは痛い、あったらいいですかね、あれ痛いだろうね、俺は堀田さんはあんまやられたことないですよね、ないですね、でも痛いだろうねこれ、痛いでしょうね、やっぱり髪の毛が長いレスラーにとってはね、ちょっと高子はブロッキーか、はい、お、リュートロコーナーの上にこれはね、ドロップキック狙ってるんですかね、はい、ドロップキックですかね、うん、これ串刺しですか、串刺しですか、これはね、怖いですよ、なるほど、あー、今うまく下田がフォローに入った、串刺しドロップキックか、35分経過ですか、試合時間は早くも35分、う、何した今、何でもやっちゃいましたよ、35分経っても5分ぐらいしか経ってないような動きしますね、すごいっすね、ああ強子も引っ返って、強子も引っ返ってた、本当にこの4人のスタミナ一体どうなっているんでしょうか、疲れを知らない、全く疲れを知らないこの4人のタッグマッチ、上がった上がった、ちょっと高子がねバテましたか ね、 そうですね、いきなり急にプレッシャーみたいな、腰ね、はい、腰がね、腰撃がね、この何でしょうかね、このスイートハーツ、断るごとに綿密な打ち合わせをですね、コミュニケーションを取りながらやっぱり、おお、今日はトヨタマナミパフォーマンスも冴えています、うん、怒ってますね、うん、怒ってますか、トヨタは怒ると怖いですよ、あー、あー、タカコだいぶブロッキーですね、これ腰が相当、腰が相当これ悪そうですよ、レフリーもね、あえて取らないでね、戦わせると今林ドクターがですね、はい、腰の感じを今見てましたけれども、うん、ここはね、大丈夫か、試合を続けさせるというかね、さあやっと今リング内、やっと今リング内、ここはトヨタ下田タッグチャンスであります、あー腰を痛めている、高子に、うわキャメルクラッチだ、あこれはかなりきつそうであります、井上高子ピンチであります、キャメルクラッチ、あなんでしょうか、今わざとこれ近づけましたね、トヨタ、トヨタでも余裕ありますよね、素敵な笑みを浮かべているトヨタマナミ、何かですね、井上貴子をいたぶっている、笑いながらいたぶるトヨタマナミ、あーすごい、おー釣り天井のような形になっています、いやいやいや、これは腰に爆弾を抱えている貴子、かなり辛い状況であります、あーさあ下田と、今度は下田がエルボーを落としていくのか、腰にエルボーですか、うわさあがぜん有利になっていったトヨタ下田、ね、ここで一気にいけばね、はい、そう、うわやっぱり勝負ですからね、下田らしいですね今のは、
何度タッチに行った手を足で払っていった下田。いやー、下田が出てきたことでですね、またこれ高子の闘志に火がつくかもしれませんよ。これ一発張り手を打ったんですけれども、しかし今なんか怖いし喧嘩みたいですね、なんかすごいですね。まさにストリートファイトの様相、街の喧嘩、そんな感じを、街の喧嘩ですよねこれ、はい飲み屋 で、ね、飲み屋で口論になった後、やってる方もやられてる方もいい表情ですよ。なるほどなるほど、ね、この表情いいじゃないですか、はい、あーまた下田が素敵な笑みを浮かべている、あーもうちょっとロープだ、もうちょっとでロープだ、あーここでやっとサードロープ、うーわー、もう下田はこの辺りの間というのは非常にこう勘がいいですよね。なんかねイジプトはあーやられましたね、これはちょっと今チェンジできなかったのか、おーなんと敵にエールを送っているのか、うん、なんともこのなんかヒールですね、もうあとね20分しかないですからね、はい、もうあっという間に40分、はい、そろそろですね、これフィニッシュに持っていかないことには時間切れということもありえますね、これね。いやもう速攻勝負ですよ、はい、高子がね弱ってますからね、はい、あの京子もねうかうかと、いやいやいや、これはですね、あ、課長ラスがですね、面白いですね、トヨタも、はい、トヨタもなんか人のいろんなことをやるの好きですね、ね高子の魂に火がついたか、あまりある下田の板ぶりについに犯人袋の尾が切れた、顎やっちゃったんだ、顎も切れたかな、今のは痛い、顎もんどり打って今リングが、あ下田大丈夫か、あ今ちょっと足バタバタさせてますよ、いやいやいや、うわ大丈夫でしょうか、うん、これは痛い、いや今の一撃効きましたよね、これでカットきたんじゃないですか、高子の意地、えげつないこの張り手、この野郎と言ってる下田もすごいですけども、この痛い状況で下田切れるか、この顎の痛みが下田の闘争本能を切れさせるのか、京子はなんか冷静ですね、まあ満を持しての登場ですからね、冷静ですよ京子は、怖いですよ、ニュートラルコーナーで、あーディディティ、あー下田がちょっと顎を気にしだしましたね、ちょっとね、高子の腰と下田の顎はね爆弾変えてますから、はい、一応確認してからやるというあーこれ全てがこれ顎に響いてきましたからね、そしてその痛めている顎を踏みつけるというこの井上京子、あーっと、うわーこれはなんでしょうかね、これなんか別に痛いわけじゃないんですけど精神的なプレッシャーですよね、何かですねこれ族同士の喧嘩をですね見ているかのようにですね、これ見せしめですねこれね、いやいやいや、私たちに逆らったら一体どういうことになるかというのは、ここはしかしなんとかなんとか得意のネックブリーカーで、あーうわーものすごい早い早い、なだれしか危ない、この脅威のバランス、ロープワークにかけてはまさに女子プロレス界ナンバーワン、さあニュートラルコーナーで
ダブル井上と、あ、逆に今度は、逆に今度、おっと、流れ式のダブルアームスープレックスか。さあ勢いをつけて、まだ行かないか、まだ行かないか、おーっと危ない危ない、これどうするんですかね。うわーすごい、ものすごいパワー、なんとか返していった下田美誠、限界を超えてるパワーですよね。今日このパワーは恐ろしいですね。あー今度は決まった、ランニングネックブリーカー。まあこの技を機に常にですね急所を挽回していく下田のレスリングパターンなんですけれども、おーおーおーっと出ましたよ、これは飛びつきのダーシー、メキシコ流ね、いやいや見事見事、ラリアット、あー下田のウルトラ D 難度技が決まったんですけれども、危ない、あーそしてトヨタが今、トヨタは今どこにいるのか、リング、あ場外でトヨタはグロッキーだ、危ないぞ、下田がずっとやられ、ま、続けている、危ない、あー京子はガッツリと今トヨタをガードしています、あー危ない危ない、ディスティニーハンマーか、円髄めがけて2位が白熱、もうこれはフィニッシュ狙ってますよね。危ないぞ、しかし場外では場外では京子と京子と、あーまたしてもエンジン、やトヨタが入ってきた、トヨタが入ってきた、トヨタが入ってきた、下田危ないぞ、危ないですよねこのままじゃね、あー下田危ない、あーおこれはこれはなんとかこれはなんとか持ちこたえたが、なだれ式のノードは落とし、バンジケース、いやーまだ返す力が残っているぞ、下田はまだ死んでいない、下田はまだ死んでいない、下田は目がちょっとね、うつろになってきましたね、あーあーしかしうまい、タイガースープレックス、あーしかし崩れた、おーっと甘い、ちょっとこれはブリッジすらままならないような、うん、なるほどね、おこれはひょっとしたらデスレイクドライブか、久々に見せるデスレイクドライブか、あーっとトヨタがうまく強行、あーデスレイクドライブ、デスレイクかなり鈍い角度で追っていったカウント、これでも決まらないのか今日のメインイベント、まもなくこれは50分を経過しようとしている超ロングバトル、まさに消防戦だ、腕を畳んでいるぞ、ラリアット4人入り乱れて、あ腕を固めてジャパニーズオーシャン、ちょっと崩れたかどうか、カウント一体何がフィニッシュになるんでしょうか、あるいは時間切れ引き分けという、ああうわーすごい、あーこのままかないと危ない、危ない、みんな残ってますねパワーが、10番へ来てこれ大技、みんなもう高額ですね、もうね結構大技畳みかけてますけども ね最初の上みがなくなってきましたよね、はい、このクローズラインを外して2回転式は、うわーバケツを掘った、あーがぜんこれは勝負に出たか、ダブル井上が一気に勝負に出るのか、あー合体技はしかしここはうまくうまく、
スイートハウスがかわしていった。そしてなんとトップロープから、うわーすごい、なんか今は変な音がしましたね。いやいやいや、なんか当たりが良かったですね。死のダイブ、ロケットキック、ミサイルキック、破天荒な技であります、玉並み。さあフィニッシュに持っていこうというところか。豊田真奈美、何があるんだ、来ました、ジャパニーズオーシャンサイクロンか、ジャパニーズオーシャンサイクロンか、あーこれはかわされた、あーそしてクロスアーム風、クロスアームジャーマンスープレックス、まだ決まらない、あー何をもってしてフィニッシュとするのか豊田真奈美。しかしまだまだこの必殺技が残っている、ジャパニーズオーシャン上がらない、今日この体重は重いか、お、もう一回チャレンジあります。さあ担いで落とした、ジャパニーズオーシャン、これで決まらないというのは、これで決まらないというのは50分、どういうことなんでしょうか。あと10分しかないですからね、あと10分、まさか時間切れというね、こんなことはないだろうという、お、あー惜しい、新しい合体技を今狙ったんですけれどもね、いやもう失敗したらまたやればいいんじゃないですか。なるほど、はい、おージャパニーズオーシャンサイクロンと、そして下田の喉輪を落とした、あー合体、これは決まったか、ちょっとタイミングが、ね、合わなかったですけどね、ちょっと甘かったですね。あーダブル井上ピンチであります、ダブル井上がピンチであります。あーさすがの京子もちょっとグロッキーか、お、カン抜きの、あスープレックスを狙ったんですが、この当たりはタッグとして完成されているのか、息が合っているダブル井上、高速のジャーマンライ、どうなんでしょうねこれ、全く見えない、あーナイアガラ、ナイアガラ、これはダメか、もう今のプロレスはこれナイアガラでさえも、あるいはジャパニーズオーシャンサイクロンでさえもフィニッシュホールドにはなり得ないんでしょうか。あーこれはもうバンジキュースカーブラー、カットに入った、お互いに根比べですね。いやーこれ残り時間あっという間に少なくなってきましたよ、50分を過ぎている、50分を過ぎている、あーうまい、うまい、あーまるでこんなうまい、いやーカウンター、このすごいラリアット、井上京子選手のホールダッシュ、井上京子、井上貴子組の勝利でございました。なんと結末はラリアット一瞬、ワンツースリー、スリーカウントを聞いてしまったのは女王豊田真奈美でありました。ダブル井上強くおかげられ、やはりこの G のところでですね、タッグワーク、ね、ああ、何かね、ここで終わると思わなかったですね。そうですね、一回転しましたね、あのラリアット。ああ、強烈なラリアットで、ちょっとさすがのトヨタもね、まだ立てないような状況ですけれども、小川さん、はい、52分16秒ですよ。長いバトルだった。それにしても50、あ、マイクですか。京子貴子。今日は私のわがままでトヨタと組ませてもらって試合させてもらったけど、もう一つだけわがまま聞いてほしい。あんたたちは持ってるシーダブルタックのベルトに挑戦させてください。ここで正式に
うん、パートナーですね、うん、問題は。いややっぱトヨタとっていうことじゃないですか。まあ当然そうでしょうね、うん、これでもう一回見てみたいですよね、うん、接続をしたいということですよね。はい、まあもちろんタッグとしてはね、今日はまだ急増タッグ、うん、これからタッグチームとして磨いていけばもちろん十分このですね、ダブル井上の牙城にを崩す、まあ可能性のある優勝タッグと。そうですね、やっぱりトヨタの意思もありますけどね、お互いにこの気持ちだったらやっぱり、はい、やっぱりトヨタとね、うん、下田を比べちゃうとやっぱりトヨタの方が全然上ですからね。それに対して下田がね、どこまでくっついていけば、ね、なるほど、うん、くっついてい いけるっていうか、やっぱり下田がもうちょっと頑張らないと、うん、頑張った時にベルトが取れるんじゃないですか。なるほどね、と、うん、下田の頑張り次第ということですね、うん、頑張り次第だと思いますよ、はい、まあそれにしてもこの、あ、今高子からは1個を取りました。京子 OK でいいかな。でも相当強かったよまず10周年おめでとうございますね、新人の頃から下積みの頃からずっと一緒にやってきて、まさか自分たち後輩のベルトに挑戦してくれるとは思いませんでした。こちらこそよろしくお願いします。うん、これは早期ね実現させないと。そうですね、鉄は熱いうちに打てですから、ね、はい、うーん、あー今ちょうど下田とトヨタが並んでチャンピオンの高子京都組に挨拶を今一礼をして、あ、そしてトヨタがまだ残っているぞ、マイクを持ちますかというこのなんとも高子らしいパフォーマンス。そしてトヨタマイクを握った。高子、昔のあんただったらそんな怪我してたらまず試合しなかったよね。強くなったよ。なるほどなるほど、うん、そうですね、そういうところありましたからね、今日はどうやっぱり出が来てもやりたかったっていう、はい、京子は帰っちゃいましたよ。あー今握手、ガッツリと握手ですよ。やっぱ新たな名勝負の予感ですよね。あの、なんていうの、こう毒気のある高子のですね表情に今ちょっとうっすら涙がね、ちょっとあの浮かんでいたような表情が 見受けられたんですけれどもね。なるほどなるほど、やっぱり昔のね、はい、高子だったら今トヨタが言いましたように、うん、もう怪我しちゃったらもうダメなんですよ。なるほどね、うん、まあ昔と言わずね、つい最近までか、そうですかね。だからやっぱりすごい、うん、成長したんじゃないの。今日見て、今日見てすごい成長したなと思ったし、あ、やはりチャンピオンとしてね、こう防衛を重ねていって、うん、そういった自覚というのもあるんでしょうね、当然 ね、うん、まあ、それにしても小川さん、はい、これはですねこのまま放っておけないでしょう。これはもう早期にね、うん、実現させて、はい、決着ももう一回ね、はい、決着今日つきましたけども、うん、まあノンタイトルですから、うん、タイトルマッチでの決着をつけたいと思います、ね。最後にトヨタ下田のタッグのなんて言うんでしょう、今後のなんて言うんでしょう、課題可能性というのはどうですか。そうですね、はい、2人ともね復活ということでね、はい、やっぱやる気になってますから、はい、まあ、うん、可能性は大いにありと。10周年、うん、山田や三田もねこれ出てきてもらいたいっていう、うん、なるほどね、うん、このあたり小川さんのね前場の、あのね会社の人間としてのなんか最後のコメントだったような気がしますけども、堀田さんはどうですか。 3Wのタッグに多分挑戦が早期実現しそうですけれども。そうですね、はい、まあいいんじゃないですか、若い人は若い人で。若い人は若い人で。私はもうその、うん、トヨタの持ってるスリーダベルのシングルしかないんで。なるほど、はい、そうですか。その向けて期待してます、はい、はい。小川さんね、いよいよあのジュニアオールスターもね、もうすぐですので、まあ、そのあたりも期待して、今後の前場を目が離せないといった感じですね。そうですね、今日はジュニアオールスターへの道ということで、はい、まあ、成功したと思います。はい、そうですか。本当にたくさんのお客さんに見守られながらですね、今日はレッスルマリンピアード96このあたりで、終わりたいと思います。堀田さん、小川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。さあ、すさまじい激闘を制しました井上京子、井上貴子両選手に来ていただきました、はい。さあ、最後制したのはラリアット
京子選手。よかったです。途中タコ頑張ってたんでなんかしなきゃと思って。ありがとうタコ。いやでもすごい大きいの2発も3発も4発も食らって、もう私本当にダメかなって今日は思ったんですよ本当に、いつも京子がやってやられちゃってる時にいつも助けてあげられなくて、でもいつも自力で返してくれるんですけど、今日は本当にもう下田さんのガードもすごくてもういけなかったんですけど、また自力で返してくれて、本当に途中本当にダメかと思ったんですよ。腰の方は大丈夫ですか？今ちょっとダメですけど、でもちょっとこれ完全に2人とも怪我が治った時に、それ下田さんの顎が完治して、万全な状態でもう一回10周年の、勝負を決着つけたいと思います。最後強くなったよと言われました。なんか最後勝ったのに強くなったよって言われてなんか尺なんで、私としては本当心の決着じゃないけど、最後京子を勝ってくれたんですけど、絶対また私がホール取りたいと思います。京子選手も、とりあえず良かったです。お疲れ様でした。おめでとうございます。私と下田の距離が、開いてる、私はそういう気持ちでいるから、だからね、あ、ほんと泣いてた泣いてた、嘘あ、もう泣いてた